別冊文芸春秋編集長の浅井愛と申します。今日は作家の小川聡さんとに来ていただいて、番組を始めたいと思います。今私たちは目黒駅からほど近いところにある一つ星レストランのラッセさんにお邪魔しています。今日はこちらの、村山太一シェフに出てきていただこうと思っております。ですね、村山さんはこのコロナの騒動の中でもお一人めげることなくといいますか、この機会にどんどん改善できることは何でもやっていこうっていう姿勢でどんどんいろんな施策を試されているというので話題になっておられ、今日はぜひその村山さんのお話を聞きたいということでお邪魔しております。じゃあ、今日はですね、質問を皆さんの質問にもお答えいただきたいと思うんですが、Zoom ウェビナーと Twitter ライブ両方流しておりまして、Zoom の方でいただいたご質問を中心にお二人に投げていきたいと思います。それでは、村山さんにご登場いただきたいと思います。あ、どうもこんばんは、村山です。はじめまして。あ、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか僕も自己紹介する時間がなかったんで、僕が作家の小川聡です。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、村山さんについては僕は最初に知ったのは浅井さんに教えてもらって3月にアップされた目黒の星付きイタリアンオーナーシェフはサイゼリアでバイトしながら2億年先の地球を思うというノートの記事 でこれで、知ったんですけど、村山さんは星付きのレストランを営業しながらサイゼリアでバイトをしているということで、まあ、かなり、はい、異色というか、まあ、そんな人は他にいないと思うんですけど、どうしてサイゼリアでバイトをしてらっしゃるんですかね、率直に。はい、まあ、僕がその仕事をしているこのレストラン業界の中でもやっぱりまあ高価格帯のレストランという部分とか、まあ、ガストロノミーって言われている部分になるんですけども、はい、まあ、その中でやってて、その味は追求していくっていうその業界で、はい、その中でこうお客様のそのに対して感動を与えるっていう部分ではまあ強いかもしれないんですよね、はい、強いかもしれないんですけども、それに対してのこうスタッフだとか、はい、店に関わってる人たちに対して の, その幸せ度合いっていうのをやっぱり僕追求したいなと思って、はい、でそれでどうしたらいいのかなと思って結構悩んでた時に、まあ、同じ分野、まあ、僕の店やっぱり結構高価格帯の方なんですけども、はい、やっぱりこう経営においては、はい、どこが一番飲食業界でイタリアンで一番なのかなって見てたら、はい、サイゼリアだったんですよね。なるほど。で、まあ、それでおしてたらサイゼリアにアルバイトをして潜入してって思ったんですけども、はい、まあ、実際こう面接に行かさせてもらった時に、まあ、一応自分 の, その、まあ、経歴とか今こんな店自分で経営してってとか雑誌に載ったとかなんかいろいろ本書いたとかってそういうこう記事も全部持ってって、はい、これこれこういうもんですって言って自分でイタリアレストランやってますってけどサイゼリアさんで内部 の, そのいろんなのこうすごいポイントだとかスタッフが生き生きと働いてるのとかってちょっと、はい、あと実際 の, その行動だとかっていうのをこうアルバイトしながら経験したいですって言ったら即 OK になってそ, うです、ね、そうなんですよ。 でやっぱりそこのとこでやっぱりこうサイゼリアがどうやってこう経営をうまくして大きくなっていったのかって、はい、やっぱりその秘密を探りたかったっていうのがあって。なるほど。そうですね、まあ、サイゼリアの話もちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、せっかくなんでこの記事を読んでも村山さんがそもそもサイゼリアにたどり着く前にこのお店を、はい、を開くまでにレストラン、そのシェフとしてどういう、まあ、経歴をたどってきたのかっていうのを簡単にちょっとお聞かせくださいっていうか。なるほど。結構僕はいわゆるまあ、この飲食業界の中で、はい、まあ、大体2本の道筋があるっていうような流れがあるんですけども、はい、一つは一つのお店でこう長年いてでこう独立していって、はい、こう自分のお店を持っていくっていう流れか、もしくはこうもう一つの道は転々、まあ、としながらこう店を変わりながらキャリアアップしていって、
まあ、僕みたいにこう、まあ、日本だけじゃなくてヨーロッパに行ったりとかもあるんですけども、まあ、養殖の部門ではやっぱりそういうのはよくあるんですけども、はい、まあ、あのヨーロッパの方でもあのこうキャリアアップしながら、はい、あの店を移動して最後は自分の店を持つっていう流れの2つなんですけども、まあ、僕の場合は、まあ、その後者の方の、あの転々としながらキャリアアップしてきたってタイプで、はい、あのまあいろいろ中華、若い時専門学校卒業してあの中華の道にまず入るんですけども、まあ、ちょっと挫折というか、はい、あの3日目であの入って入社して結構大きな中華料理屋さんなんですけども、はい、店舗数もいっぱいあって3日目で違うなと思って、はい、辞めますって言ったら、はい、人事部長から怒られて親から怒られて学校の先生から怒られてっていうで、まあそれでもまあ半年間ちょっと続けなさいって言われて、はい、続けてる最中でも結構僕まあ、今でこそ若い子たちにこ こうした方がいいよああした方がいいよっていう立場になっちゃったんですけども、この業界入った頃はもうとんでもない不良社員で、その中華料理さん就職した時に全然仕事を覚えようとしなくて、はい、ほとんどやる気ない人間で、はい、洗い場に行っても洗い物もめちゃくちゃ遅くてやる気なかったんで、はい、で洗い物すら他の人が入ってきてどけっていう感じで、はい、僕は端っこに追いやられて倉庫の掃除をするとかってそんな人間だったんで、はい、結構もうこうもうぐうたら、はい、ナンバーワン社員みたいな感じだったんですよ一番最初なんで。でその中華料理屋さんで僕に事例が降りて3ヶ月の研修期間があった時に事例が降りて、はい、東京就職したんですけども大阪の方の店舗に飛ばされて、はい、その中華料理屋さん その店舗数の中で一番厳しい料理長のところに飛ばされたんですので、はいね、で、まあ一応そこのとこでその料理長とはすごい馬があって一生懸命働くようになったんですけども、まあ、半年経って辞めることになっちゃったんですね、やっぱりね、最初まあ、半年は やれって言われたんですけども辞めることで、まあ、そこの中で料理人としてその時まあ18、19だったんですけども料理人として何をやりたいかっていうのを考えた時にやっぱりこう一流の職人になりたいっていうふうなことを漠然と考えたんですので、はい、でまあその大阪に行ったんでその後まあ京都もう一流の職人って何なんだろうと思ったら、はい、日本だったらじゃあ和食だなと思って、はい、で和食 の料亭に、はい行けばいいんじゃないかって、はい、そうしたら一流になれるんじゃないかと思ってそれでまあ料亭の門を叩くためにこうまあ面接に行ったりとか電話させてもらって見学させてくださいみたいなことだったんですけども3回断られて、まあ、粘って4回目に入らさせてもらってって、まあ、その時は料亭なんですけども相撲部屋みたいに、はい、部屋の上の方にその働くスタッフ その木の表札みたいなのが、はいはい、あるじゃないですか相撲部屋、はい、あんな感じで4回目行った時に、その村山っていうその木の板が掲げられてるのを見て、はい、よっしゃってなったんですけどねなるほどで、まあ、そこのとこで、まあ、しばらく、まあ、京都の料亭で働くわけなんですけども、はい、ちょっと働きすぎちゃって、はい、体を壊したんですよ僕は、ねはい、ヘルニア直前になって、はい、もう本当に働けない状態になってまあ、辞めさせてくださいってことになって、まあ、本当に無理って働かさせてもらったのに、はい辞めざるを得ない状況になってさてどうしようって、まあ、申し訳もないし、はい、もうすごい心の中でもうめちゃくちゃ挫折感があって、はいうん、もう何をしていいか分かんないってなった時に今度沖縄に行くんですよ僕、はい中学校の日から沖縄に行きたくて、はい、沖縄に本当に話コロコロ変わるんですけど僕の場合突如沖縄に行ってしかも誰にも言わずに、はい、で誰にも言わずに沖縄に行ってしまったんで親が捜索願い出したのであもう音信不通になってしまった音信不通になって全然連絡取れないしかも当時携帯電話するとかないんで、はいまあ、電話ボックスしかない時代あとはポケベルですね、はい、ポケベルの時代だったんでなんで音信不通になって警察の捜索願いが出て、まあ、その時こう、まあ、沖縄で居酒屋で働き始めるんですけどもまあ、その時にたまたまこう、郵便局の、まあ、持ち金少なかったんですごいこう、はいまあ、修行の見てお金持ってないんで郵便局 このキャッシュカードで1000円下ろしたのが、はいまあ、親が通帳を持ったので、はい、親が毎日のようにこう通帳記入されていないかって見に行ったわけなんで、はい、たまたま沖縄の久米島で
あの久米島って出てくるんです、通帳で、はい、うわ久米島で生きてるんじゃないかってことになって、でその同時にあのこう僕新潟出身なんですけども、その新潟出身の旧中里村ってところと久米島の中里村ってところがあの姉妹交流やってて、はいはい、近所のおじちゃんおばちゃんがいっぱいいるわけだったんですよね、そこの久米島に、久米島に、で、あ、太一がいるってことになってすっごいみんなに詰め寄られて、お前警察で捜索願い出てるぞって言われて、今すぐ電話しろって言われて、めちゃめちゃ怒られてるんで、まあ怒られてる人生ばっかりなんですよね。で、それで、まあ、捜索願い解かれて、まあ普通に久米島で居酒屋働いてて、で、今度次なんですけども、2年間久米島にいたんですけども、その後、まあ突如、本当に突如イタリアに行こうと思って、はい、で、イタリアに行くわけなんですよね。はい、で、本当にイタリアに行って、まあ8年間、まあイタリアに行ったんですけども、はい、行く前にやっぱりずっとその一流の職人になりたいっていうその思いがあったのがそのまま続いて、たまたま日本で見てた記事が、はい、すごい僕が思い描いていたレストランの像みたいな偶像みたいなあのイメージっていうのはすごいバッチリ当てはまったレストランがあって、はい、でそのレストランがたまたまなんですけどもイタリアに乗って渡った時にイタリアで最長の三つ星を保っている、はい、イタリアで最高の店だったんですよね、はい、今でもずっとこうトップを走り続けている店なんですけども、はい、それを知ってなおさらそこに行きたいっていうふうに思いになって、はい、で、まあ、イタリアに渡って3年間は他の店でこういろいろ修行しながら、はい、実際にこうイタリア語で本当に大学 の, その卒業論文とかって2センチみたいなのなんか、はい、本冊子とかみたいな作るわけじゃないですか、なんであんな感じで2センチぐらいの厚さのイタリア語で履歴書を作って全部、はい、今まで生きてきた考えてきたこととか他の二つ星レストランとかで働いてたんで、ちょっとその時にこう僕の料理が採用されたっていうのもあったりとかしたのを全部レシピとか思いとか全部イタリア語で書いてその分厚い履歴書を渡したら、まあ、すぐ採用になってで働かさせてもらったんですので、はい、でまあ、そこのレストランで3年半働くんですけども、まあ、最終的にはこう責任者という立場まで三つ星レストランでさせてもらって、はい、でその後に、まあ、こう自分のレストランを開こうと思って日本に帰ってきて、で、まあ、良品計画で、はい、まあ、縁があって良品計画で働かさせて、無印良品ですね、はい、無印良品 の, カフェミル部門というところが、はい、こうデリカテッセやってるところですけど、はい、そこのとこでやらさせてもらって、でそれやってる間に物件探して、で、まあ、2011年の5月12日にここをオープンしたという形です。イタリア料理とじゃあ初めてこう、ね、なんていうかこう自分でその勉強し始めたのはイタリアに行ってからなんですか、はい、完全にイタリアに行ってからですので。そうなんですね、それまでは本当に中華だったり和食だったりとか。そうですね、で、なるほど、中華和食、あとはちょろっと洋食をかじるとか、はい、もう本当にそんなんで結構自分の中でもう何を言ってるのか分かんない状態っていうのが何年も続いてて、本当にモヤモヤしながら働いてるって状態だったんですよ、若い時25ぐらいまでは。でそれで、まあ話が最初に戻ってくるんですけど、こちらの店を開いてからサイゼリヤに のアルバイトをし始めるまでにまだ時間があるわけですよね、でそのサイゼリヤにその行かざるを得ないと思ったっていうことがこのラスを開いてからあったっていうことなんですか、何か。そうですね、やっぱりこうずっと料理人で生きてきて、はい、そのいわゆる経営とか、はい、数字を見るとか経済がどうとかってそういうので、はい、全く見てこなかった典型的な料理人だったので、はい、やっぱり店を開いてみて、はい、まあ、自分で経営を始めてみて、はい、やっぱり問題だらけなんですよね、はい、長時間労働で始発以前よりももう店に寝泊まりして、はい、もう20時間労働とか、はい、まあ、本当にそんな感じで最初の3年間とか働いてるわけなんですけども、はい、それでも全然こううまくいかないっていうのがあって、なんでかなっていうのが、とにかく料理界って、はい、足りないところが長時間労働で補っていくっていう、はい、仕込みをどんどんしていってお客さん迎え入れるっていうことをやっていくんですけども、はい、これじゃあ誰も幸せになれないんじゃないかっていうのがやっぱり最初の問題を感じた部分で、はい、でそれの答えが何かサイゼリヤで見つけられるんじゃないかっていうのもあってっていう。そうですね、で実際にそのじゃあ村山さんが
そのビジネスについて真剣に考え始めてから、その他のレストランであんまりやってないようなことを、でどういったことをこう実践されてきたのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、なんか具体的にありますかね。まあ、本当にあのチェーン店の方ではあのチェーンストア理論を取り入れてるその大手 の, その飲食 の,、はい、あのお店なんかはもうほぼほぼやってるところことなんですけども、はい、その具体的にこうなんていうんですかね、そのお店でお客さんに対して の, そのいろんなこう飲食安いチェーン、まあ、サイゼリアもそうなんですけども、はい、いわゆるテーブル、テーブルレストランっていう仕組みなんですけども、はい、あのマクドナルドなんかはもう本当にあのこう手渡しするって、はい、お客さんが自分でテーブルまで運んでくるんですけど、はい、サイゼリアはお客さんは座って頼んでれば、はい、あの自動的に、はい、まあ、ピンポンとかあるんですけども、あの座ってるだけで何もかも店員さんがしてくれるっていうのが、はい、まあ、テーブルレストランの仕組みであって、まあ、基本的にそのサイゼリアもその高価格帯レストランも仕組みとしては全く変わりないですので、あ、はい、けどサイゼリアはあの1日、まあ、僕が働いてる五反田に支店なんですけどもね、はい、あの1日800人入るんですので、はい、でキッチンが2人なんですので、はい、いわゆるあのランチ中ディナー中は2人体制でキッチン回すんですけども、そのランチとディナーの間 の, そのアイドルタイムっていう時間帯はキッチン1人なんですので、はい、それでもやっぱりそのアイドルタイムの時間ですらもあの200人のお客さんをあの迎え入れて、はい、あのお客様をに対して違和感を与えることなく、はい、お客様は座ってあの本当にあのこう学生さんたちなんか勉強したりとか寝てる人もいれば、はい、あの本当にワイン飲んで楽しくしてる人もいればって、そういったのこうサービスを提供する仕組みっていうのはサイゼリアも高価格帯レストランは全く変わりなくて、はい、じゃあどこでそういったあの低価格なのに少人あの働くスタッフが少人数なのにそれをあの大多数のお客さんをどん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 取りあの呼び込んでというかあのこう迎え入れて、はい、あのお会計済まして満足してもらってまたリピーターになってくれるというのその仕事の流れというのをどうやってるのかっていうのはあの徹底的にその裏方仕事が、はい、省略じゃなくて、まあ、機械化もあるんですけども、例えばあのこうサイゼリアの冷蔵庫っていうのは、はい、いわゆる、コンビニ の, あのドリンクの冷蔵庫って、はい、あの裏の方からドリンクを入れたら前に自然と流れてくる仕組みになってるじゃないですか、はい、あれと同じ仕組みなんですよね、はい、普通のレストランだと、まあ、普通にあのこう家庭の冷蔵庫もそうなんですけど、はい、パカッと開けると何か物を入れてで取り出すっていう、はいはい、この出て入るっていう流れなんですけども、サイゼリアの場合だと一方通行なんですよね、はい、だから、ね、その新しいものを奥に入れないといけないわけですよね、うん、そうなんですよね、普通は入れ替えなきゃいけないですけども、はい、そうするとこういった普通のレストランの場合だとあの日付が書いてないとか時間が書いてないと確認作業ができなくて、はい、古いものがどんどん残っていってしまうって可能性もあるので、はい、だからそういったのこう危険性があることとかっていうのを理論的に全てあのこうクリアしていって、例えばのこうサイゼリア学生さんのアルバイトがキッチン2人でも、はい、ミスなく昼の300人のお客さんを学生さんのアルバイト2ヶ月ぐらいとか3ヶ月とかこう、はい、訓練積めばうまくいく回せるっていう店なので、はい、あとは本当にいろんなこう洗浄機を洗うタイミングだとか、あとこうお皿を持つ順番、はい、もあって、その席をどんどんやっぱりこのピーク時ってお皿がいっぱい出てくるのでキッチンから、はい、それに対して席順を覚えておいて、でどういうふうなお皿 の, 位置を持てば、はい、最短で回れるかっていうのは常にやっぱりみんなでその責任者、店長ないしマネージャーの人が確認してくれて、これ先に持って次にこれ持ってこれ持ってって何番行って何番行って何番行けば最短で常に数多くのテーブルをお客様に短時間で配れるようになるよ、料理を置いてくれるようになるよって、で帰りも帰りのこう食べ終わったお皿も全部こう手に持つ順番があって、その持つ順番で持ってくると、はい、洗い場に入ってきた瞬間に順番通りに置くと洗い場の人が常に洗いやすくて、はい、で洗ったものも洗った瞬間に置く場所があるんですけども、はい、それがもうキッチンの真横で、はい、洗って綺麗な状態であったかいんですよ、お皿が、はい、そのあったかいお皿をそのまんまキッチンの人がすぐに使えるっていう状態で、はい、基本的に半時計回りで回ってるので、はい、
反時計回りってすごい重要で、基本的に人間ってほとんどの人が、まあ、サウスポーの人もいますけども、ほとんど右利きの人なので、はい、その右利きの人が基本的にぐる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 回せるっていう。なるほど。反時計回りで。ビジネル受け取って、そのまま。そうなんですよね。いわゆるその車の生産ラインだとか、そのオートメーション、流れるラインですね、いわゆるフォード式とかってあるじゃないですか。なんで、はい、あれをマンパワーなんですけども、一つ一つ細かくこう仕組みを作って、順序を作って、それを教え込んで、難なく教えられる、教われるっていう仕組みすらもう全部作ってるので、はい、徐々にステップアップしながら、新しく入った新人さんでも、その、みんなの、その、チームワークの中にスッと入ってくるっていうのがあって、はい、なるほど、なるほど、うん、で、まあ、そのサイゼリアはその、まあ、レストランとして、まあ、そういうふうにこう全て そのサービスだったり、まあ、後ろで料理を作ったりして洗浄してっていうのが、まあ、全て合理化されてるというか、そうですね、その無駄がないように設計されてるってことなんですけど、それらのうち、まあ、例えばそのこういったラッセってまたちょっとその高価格帯のレストランで、そのまあ、サイゼリアとは重なる部分と違う部分があるわけじゃないですか、でそのサイゼリアのこういった部分はそのまま取り入れられるっていうのは、例えば具体的にはどういうものがあったりしますかね、そのこのラッセでも、実践しているものとして今言ったお話とかは、全部実践しているものなんですかね、全部実践というのは不可能で、はい、やっぱりうちの店はもともと居酒屋 、はい、物件だったところを僕が買い取って、はい、その調理設備、はい、あとキッチンのレイアウトのまんま、はい、ここ今もう10年目に入ってまで稼働してるんですけども、はい、ものすごい使いづらいキッチンなんですよね。はい、ね、そもそももともとの構造として構造として、はい、うなぎの寝床みたいな細いキッチンなんで、はい、サイゼリアみたいに半時計回りでぐるぐる回せるとかってできなくて、はい、その部分をどうやってクリアするかっていうと、そのこうまあ、キッチンで置いておくお皿の位置、はい、あとこう下げた時にどこにお皿を下げ物するかって位置、はい、あとこうサイゼリアで一つ学んだことが、はい、その洗浄機に対して、はい、普通のレストランですと、まあ、いわゆる洗浄機に入れるラックっていうものがあるんですけども、はい、お皿を立てるものですので、はい、それはこう、まあ、何個か3つとか2つとかしかないんですけども、うちの場合はこう、まあ、サイゼリアも結構あるんですけども、うちの場合はサイゼリアの仕組みに近づけさせるためにラックがトータル13個あるんですよね、はい、普通のレストランは3つぐらいですので、はい、グラスも含めたらトータル13個ぐらいあって、でこうあとは、まあもう一つグラス専用の洗浄機っていうのを取り入れてて、はい、まあ、サイゼリアですと一つの洗浄機でどん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 やっぱりこうグラスもお皿もカトラリーナイフフォークもこう洗ってって、一つのラインで全て完結するようにできているんですけども、はい、まあ、うちの店の場合だとそういったこうラインっていうのがやっぱり設備 のレイアウト上できなくて、はい、そこはもう一つ本当に狭いんですけども、グラス専用の洗浄機を入れて、はい、で、それを使って別々でやっちゃえばとんでもなく早くなるんで、なるほど、ね、であとはこうその洗浄機に対してあれを純水フィルターっていうのがあるんですけども、はい、水を真水にする、いわゆる水道水っていろいろとこう、まあ、入ってるわけなんですけども、うん、はい、真水にするフィルターっていうのを洗浄機につけてて、はい、そうするとラックでお皿洗った時に拭いて乾かして重ねるっていう作業を、はい、うちの店は全くしていなくて、はい、真水でこう洗浄機で洗うと水滴がつかないですよね、はい、汚れが水全部吸い取ってくれるので、なのでラックに対してお皿洗ったまんまをランチの営業終わりました、ディナーの営業終わりましたって同時に、はい、綺麗にしたキッチンにポンと置いておくんですので、はい、だからキッチンの上に営業終わりにラックがうわーって並んでるんですけども、はい、そのまんま休憩に入っちゃうんですので。ああ、なるほど、ね、つまりそのラックの数増やすっていうのも、ね、いちいちその食器をその洗ったままの状態で、ね、そのままその綺麗な状態で置いておくというか、その後に拭いてどんどんこのするっていう手間をこう、手を省くというか。省くのと、あともう一つ大事なのが、まあ、洗浄機って85度以上で2分間で洗ってくれるんですけども、はい、そうするとほぼほぼ殺菌できるんですよね。はい、で、じゃあこう、それに対して、普通だと、お皿に対して、そのダスターとか布巾でこう拭くわけなんですけども、はい、その布巾をずっと放置していくお店って多いんですけども、はい、で
うちの店の場合はそもそもあのこう触らないっていうのがあるので、はい、なるほど、菌がつかないですよね。で殺菌されたまんまのお皿に対してそれをあの、まあ、手もやっぱりきれいにしてる状態であのお皿をさらってであのこういわゆるディッシュウォーマーの中に入れるとなると、はい、やっぱりその中も85度とかなってるので、まあ、殺菌された状態で料理を持ってお出しすることができるっていうのがすごく強くてね、いや僕も昔飲食店でバイトした時にあの、ね、いちいちグラスとか拭いたりとかしてそうそう、ね、ラスター汚いんじゃないかなってずっと僕もね思ったんですよね。でもあれしないと水垢がついちゃったりとかしてその見た目が不衛生になっちゃうんで、あのボツボツついちゃうんですよね。でもそれをだからつまり純粋の洗浄機でやりつつ、はい、そのなるほど、あの水滴がつかないようにして、そうなんですよね。いやすごくだからそういったところはだからそれが、今聞いてるとあのすごく合理的だなと思うんですけど、なかなかそういうふうにそのやってるお店がはそんなに多くはないっていうことなんですかね、実際には。実際にどうなんですかね、そのグラス専用の洗浄機っていうのは、はい、まあ、のこうあるメーカーな、ドイツのメーカーなんですけども、はい、それのグラス専用洗浄機はあのドトールコーヒーが全店舗で使ってるものなんですので、はいはい、だからドトールコーヒーさん行くと、はい、洗ったら置いてるんですよね、はい、拭かないんですよね、はいはい、なるほどと思ってるんで、だから、まあ、サイゼリアもそうなんですけども、いろんなチェーン店からやっぱりこうそのピンポイントでうちの店でもできるっていうのも取り入れて、はい、ね、でそれをあとあのこうそういったものをやってってやってって、まあ、本当にこのサイゼリアでアルバイト始めて3年ぐらい経ってるんですけども、その間にまあこう本当にもっと細かいこととかあのこうその、今までだとあのそのナイフフォークカトラリーを、洗うのとかも一本一本こう洗ってから、はい、洗浄機にかけて一本一本拭いたんですけども、今はあのこう、まあ、洗剤を入れたその水の中にお湯の中にこうお客さんから帰ってきたやつを入れて、まあ、あのこう油を浮かせながらもう洗浄機に一回かけて、今度はそれをあの綺麗になったもあのカトラリーを今度はグラス専用の洗浄機にかけて、はい、2回あの純水フィルターを通すわけなので、はい、そうするとあの本当にサッと拭くだけでものすごい綺麗になるので、はい、ね、なるほどなるほど、でまあまあ、清潔さとともに、まあ その、はい、まあ、そこにだから人が加わる工程が減ることによって、まあ、まあその生産性が上がるというか、そのあのより少ない人間でその店を回すことができるということですか。そうですね、やっぱりあのこう今までだと裏の方でその洗い物するのって、まあ、4、5人で、はい、まあ、結構2時間3時間かかった、はい、グラスがやっぱりあのこういった洋食屋さんの場合はものすごい大変で、はい、それをほとんどが洗浄機が 90% までやってくれて、あの本当にちょっとやっぱり拭ききれなかった水滴をスッと拭うだけなので、はい、今まで本当に実際に3時間ぐらいかかってた洗い物が今20長くて20分なんですよね。なるほどなるほど。でしかも 4、5 人だったのが、1人プラスもう1人ぐらい、はい、まあ、ちょこっと手伝ってくれるぐらいで20分ぐらい済んじゃうっていうところまで行ってるので、うん、でだからそうですね、いやなんかお話を聞いててすごく思ったのは、まあ、小説家にも割と言えなくもないんですけど、まあ、小説家って要は小説を書くのが仕事 で、でその才能はあるんですけど、その本を売るとかっていうのは別に小説家その本を小説を書く才能あっても別に本を売る才能とかって、別にそのあったりなかったりするわけですよ。あ、なるほど。でその料理人の方、シェフの方っていうのもそのもともと多分料理が好き で、でその料理に対する思いとか、まあ、料理に対する技術とかっていうのは、まあ、あのその人によってね差はあるかもしれないけれども、まあ、みんなこう思うところあるわけじゃないですか。でもそのいざじゃその料理人が店を開くってなったら、そのシェフとしてそのプレイヤーとしてじゃなくて、そのその店を経営者として社長としてのこう判断もなきゃいけないわけじゃないですか。でそれってでもその両方やれっていうのは実は結構なんていうかこう難しいことというか、普通はその両方は多分できないと思うんですよね。僕もその自分小説って基本的にはそういうマネジメントの部分とかを出版社が代行してくれるんで、そのもちろん自分で全部やってる方もいて本当にすごいなと思うんですけど、まあ、基本的に作家はその自分で文章を書くだけでいいんですけど、その料理人はじゃあお店を開くってなったら、じゃあ誰かが代わりにそのじゃあお前は料理だけ作ってていいから
って なるとは限らないわけじゃないですか、まあ、もちろんそういう方もいるかもしれないですけど、村山さんって結構だからそのなんだろ う, こう両方について考えられるっていうことが何ていうか他のこうレストランとラッセのこう一番違いになってるのかなとかちょっと思ったりしたんですけど、なんかやっぱそれはやっぱ自分でお店を開いてからそういったその経営についてとかは考え始めたって感じですけど、本当にもういや本当にそうですね、まあ今までその、まあ、自分の店開く前までも、はい、あのこういろんなお店 あのこういやあのあまり利益上がってないお店とか、はい、まあ、イタリアンだったりとかしてちょっと見てくれないかっていうのがあって、はい、やっぱり見てあげてあのこう数字状況がうまくいったっていうのはあるんですけども、はい、やっぱり自分で借金して自分で店を作ってで全てやっぱりトータルプロデュースをしていかなきゃいけないっていう、はい、そしてやってみたらやっぱりこう料理に割く料理を新しいこうアイデアを割く時間っていうのはあの全ての時間の中の 10% あるかないかぐらいになっちゃうんで、はいはい、うん、今まであのこう人生が 100% 料理に対してあの創作時間があったのに、はい、今人生の中で料理に当てられる時間って 10% ぐらいっていうので、はい、まあ、さてこれどうしたものかって実際にやっぱりそのそういった立場になってみてまあスタッフもいて自分でやってみてあこれはあの飯作ってるだけじゃあの飯食えねえんだと思ってねいやそうですよね、いやなんかあの今日もねこれまでここまで話してきてすごく一番多分見てる方もびっくりされてると思うんですけど僕もびっくりしてるんですけど、そうその僕シェフと話してるんですけど料理の話はほとんどしないんですよ ね、そのなんていうかこういうなんだろうな この料理をこういう料理を僕はその開発してその時にこういう食材とこういうアイデアが湧いてとかっていう話の前に基本的に今日はそのお店をどうやって経営運営しようか、でその村山さん このノートの記事なんかもその料理の話っていうのはつまりそのラッセってお店がミシュランガイドからあの一定の評価を受けてますっていう前提で済ましちゃって、あとはその村山さんがその経営者としてどういう判断をされてるかっていうところにやっぱりこうあって、でそれがだから僕も話を聞いてそのもちろんその料理の部分は料理の部分でしっかりしているからこそこういうその、 あの経営の部分であのお店がうまく回ったりとかすると思うんですけど、それはやっぱりだからねあのすごく聞いてて面白いなと思いましたね、まあ、やっぱりあのこうあの来ていただくお客様に座っていただいて、はい、あのまあ、今の時代だと今の瞬間だとやっぱりあのこうそのコロナに対するあのこう感染症に対する対策もしながらっていうのがプラスに乗っかっちゃってるんですけども、はい、あのやっぱりレストランを回す、まあ、本当にレストランというよりもやっぱり一事業であるし、はい、やっぱりあのこうあのなんていうんですかね、料理を美味しく食べるのがやっぱりお客さんが来る目的なので、はい、ね、やっぱりそれに対してあのこうあの楽しいサービスとか、はい、やっぱりあのこうワクワクするようなっていうそのレストランの雰囲気ってものすごい大事で、はい、それを生むためにはやっぱりあのなるべく労働時間を減らして、はい、そのランチの営業時間、ディナーの営業時間に対してパフォーマンスを発揮できるように、はい、やっぱり労働時間をギューッて短くしてあげることとか、はい、あとはその、あのフリーな時間が増えれば増えるほどやっぱり僕も経営に対して考えることもできるし実行にも進めるし、はい、料理のことも考えられるようになるしってやっぱりどうすればそれができるのかなっていうのがすっごい強くて、はいはい、さっき最初の方にあのこう言ったようにあのこう本当に最初の頃って3年間は店で寝泊まりして、はい、あの朝の7時半まで仕込みをして、はい、30分寝て8時からあの築地に行って仕入れてきて、はい、帰ってきてまた仕込みをしてって本当にあのこうでその帰ってくる帰りがけに入金に行って銀行業務をしたりとか、はい、あの従業員の給料計算をしてあの税理士さんとやり取りするとかで、うん、あの法人税がいくらだとか、はい、あの4月になったらあのうちの店はやっぱりこう2月末へのこう終わりなの で、はい、でそうするとやっぱり決算月になってきてってものすごいバタバタしてくるし料理なんか考える時間なくなるしって、ね、もうだから、うん、命を削ることでお店をなんとかこう回してきた、まあ、その回してきたことを、まあ、そうしなくてもいいように、まあその変えられるところをどんどん変えてきたっていう感じなんですかね。そうですね。そのためにやっぱりこう毎日毎日やっぱり一定してお客様をお迎えしてこの日はゼロこの日はあの満席ってなるとやっぱり仕込み時間も違ってきたりするんでなるべく一定のお客様を入れるようにしてであのこう、まあ、自分の時間を確保していくっていうのがすごい重要だなと思ってるので、はい、うん、そうですね、あの、まあ
今こういろいろと話聞いてきたんですけど、そのまあ、あの先ほどちょっと真山さんの口から言ったんですけど、そのコロナウイルスがその、まあ、こう広がっていって、まあ、非常事態宣言とかも出て、でまたそのつまりこれまで村山さんが取り組んできたこととまたこれから先状況が変わっていくわけじゃないですか、ね、でその話はもうちょっと後に聞こうと思ってて、そのせっかくなんでその村山さんのそのなんていうか先ほどお話しされていたキッチンをちょっとあの覗かせていただけるということなので今日、あの後ほどその休憩を挟んだ後キッチンをちょっとこうどのような工夫の詰まったキッチンなのかっていうのを、はい、まあ、もともと居酒屋の居抜きだったということで、あもうあの実際にもともと居酒屋も3年ぐらいやってて、はい、その後僕が買い取ってって、まあ、13年経ってるんで、はい、そんなにこう、なんていうんですかね整理整頓されたキッチンじゃないけどね、まあ、細長いんですか、ね、めっちゃ細長いと思うんで、それって居酒屋のキッチンって大体細長いんですか、ね、ですね、もともとうちの店あのこの居酒屋の時はカウンターがあって、はい、あ椅子が並んでてってだったんですけども、そこに僕がただ単に壁を作っちゃったんで、なるほど、うん、じゃカウンター部分も含めてそのキッチンになってるみたいな、そうなんですよね、なるほどなるほど、なんであのうなぎの寝床みたいにめっちゃ細長くなっちゃったんで、はい、すっごい使いづらいんですよ、うちの店で、なるほど、ね、そのキッチンをね、まあちょっと見せて、そしたらじゃあもしまあ、村山さんが今から一からま、はい、っさらな土地と、はい、そのキッチンをじゃあこう好きに決めていいよとか好きにお金かけていいよってなったら、まあ、全く違う、また違った構図に、あもう全然違う、ね、なるだろうという、まあでもそのもともと居抜きで、はい、その借りてその元の形を生かしながら、まあ、工夫しているというキッチンをじゃあこれから後で見せていただこうと思うんですけど、その前にじゃあ5分間休憩でいいですかね、今。じゃあ、じゃあこれからちょっと5分間ほど休憩時間をいただきまして、はい、その後にじゃあキッチンを見せていただきます。はい。まだ後ほどこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、どうぞ。じゃあ、ここからも、じゃあ、そうしたらですね、どうぞこちらの方で。はい、ちなみに先ほどのこう、うちのキッチンなんですけども、ちょっと、うなぎの寝床みたいになるっていうふうにおっしゃってましたけど、ですね、ちなみに、多分どうなのかなんで、予測なんですけども、星を取ったレストランの中で、多分一番低投資なんじゃないかなっていう。はい、普通じゃあ星を取るレストランのキッチンっていうのは、1000万とか2000万とか、初期投資かけるんですけども、うちの店、キッチンだけの投資金額で言うと、99万円なんですよね。安いですね。めちゃくちゃ安いですんで。リースでコンベクションオーブン入れて、で、いわゆるパスタボイラー入れて、もう本当にそのくらいで、ちょっとレイアウト変えるために、そのトータル99万円使ったんですけども、はい、まあそこのキッチンで、今、ちょっと、うちの料理長にラビオリを作ってもらってますので、まあ、ご案内しますので。はい、さあ、今、うちの店で、ラッセで、ラビオリの全国販売事業をやってるんですけども、今、本当に一つ一つ手作りで作ってて、これを冷凍して、全国に発送して、10個で1000円で、ちょっと、全国どこでも、うちの店の味が食べれるっていうのをやってますので、ね、これでいこうか。本当に来ていただいて、カメラさんも入って見ていただいてるんですけども、すごい狭いんですよね。この中でキッチンで2人でやってるんですけども、じゃあこれ10個もらって、こっちがね。これじゃあ実際に今小川さんに、作りたてのラビオリ召し上がっていただきますので、ね、ありがとうございます、はい、ぜひよろしく。ちなみにこのキッチンの中で、はい、村山さんこだわってるパワーショット部分とかっていうのあったり、ですね、こだわってるのはまあちょっと今は器とか少なくしてるんですけども、はい、まあこれまあ木の板もパスタですね、打つのは木の板がやっぱりこう粉をつけた段階とかこの水のその、はい、水分の調節とか乾燥しづらいとかってよくあるので、はい、まあ、木の板がやっぱりすごい一番ベストだなと思って、あとはこう本当に小さいキッチンなんで基本的にあんまり何も置かないっていうので、
作ったら出す、作ったら出すっていう感じで、そこはちょっとサイゼリアのような真似が全くできないですよね。真似ができないから、もうその部分は、こういわゆる、調理技術と、あとこう作っていく工程スピードで補うしかないんですけども、まあそこの部分を、その部分以外のところを、サイゼリアから学んで、なるべく取り入れてるってだけですので、なのでちょっと今、もうこれ、作らさせていただきますので、はい。多分狭すぎて、あとこう、まあ本当に設備で言ったら何もないキッチンなので、すごい大変なの、大変なんですけども、それでもやっぱりこう、せっかくじゃあ今回この、やっぱりこう質問を受けてくださる方とか、まあ料理界の人とかももちろん何人か見てくださると思うんですけども、ちっちゃなキッチンでも、ポイントさえ押さえればいいのかなっていう。ちょっとじゃあこう、ラビオリを入れて茹でていきますので。この、ラビオリなんですけども、これ、ですね、僕がそのイタリアの、今、27年三つ星保ってる、まあ、ダルピスカトールってお店があるんですけども、そこで、こう、教わったものの、まあ、ちょっと僕なりのアレンジなんですよ、これ。そこのお店だと、こう、まあ、トルテリっていう、まあ、イタリアの郷土料理になるんですけども、中に、こう、かぼちゃの詰め物をして、こういった、こう、パスタですね。やってるんですけども、うちの店だと4種のチーズを入れて、お客様にお出ししてます。もうすごい狭くて、カメラさんもすごい入ってくるの大変で、さすがにこう、一生懸命掃除してるんですけども、13年経つとなかなかこう、すごい大変な部分あるんですよね。湯がきながら、もうソースはですね、パルミジャーノチーズと生クリームですね、これ煮詰めて作っていきます。もう本当にシンプルですよね。この辺なんかも、僕、イタリアで教わったことを結構そのまんま、再現してるっていうのがほとんどで、やっぱりこう、イタリア料理、せっかくいいお店で働かさせてもらったんだったら、それは丸パクリして、やっぱり日本だとその粉とかチーズとかやっぱりちょっと環境とか食材とか変わってくるんですけども、その部分はその教わった感覚で自分なりにアレンジして、なるべくやっぱり本物のイタリア料理を日本で召し上がっていただいて、さらにこのラビオリの場合は全国どこでもどのお家でも食べれるっていう形でやっておりますので、これちょっとまあ本当にこれでもうさっとこれの感じでもう茹で上がったので、これをせっかくこうやって小川さんに召し上がっていただいて、じゃあ持ってきますので、もうこのまんまいいですかね。はい、もうそのまんま、はい、もうせっかくなんで、もうぜひ熱いうちに召し上がってください。これも大丈夫ですか。はい、じゃあ誰かちょっとカメラの前で食事するの。緊張してる。
食べ方汚いとか言われそうで。暑いんで気をつけてくださいね。はい、どう食べるの、まあもう。もう一口でパクっていくといいんですけど、中から熱いのが飛び出してきますので、ちょっと、まあ、やけどしながらなんですけど。うん。いや、全然、あの、大丈夫です。美味しいです。僕、食べ物に対する語彙が、あの、美味しいと、あの、まあ、美味しいぐらいしかないんで、なんか表現がうまくできないんですけど。全然、あの、こう、あの、大丈夫ですので、いや、美味しいっていただけるのが、やっぱりすごく嬉しいのでよね。はい。熱いので気をつけてください。はい、どうぞこれ使ってくださいね。はい、あの、美味しいです。でもこれ、あの、あれなんですよね。あの、お店に来なくても、今、あの、頼むことができるんですよね。はい、うちのラセノのホームページから、はい、あの、こう、そのネットショップというか、まあ、テイクアウト そのページがあるので、そこのとこで、はい、あの、こう、注文できますので。はい。ね、なんか、ね、すごい、急に通販番組みたいな感じになっちゃった。あの、美味しいんで、あの、ぜひ、安いですよね。その10個で1000円でしたら。そうですね。はい、ええ、10個で1000円でソースもついてるんですけども、はい、やっぱりあの、こう、今の時代、まあ、本当にコロナ、中コロナ後で、皆さんの、ニーズというか、はい、やっぱりこう、美味しいものは食べたいんだけども、安心安全がまず真っ先にあって、はい、その安心安全の空間の中で食べたいっていうのもあるし、店まで来るのがやっぱりこう、安心安全に引っかかるっていう部分が意識できるものってあるので、はい、それだったら、こう、商品がお客様に近づくのが一番いいなと思ったので、しかもこれ、こう、僕が、この事業を、うちのラッセのスペシャリティのラビオリを、全国販売するっていう事業は、僕が考えたんじゃなくて、うちのスタッフが自発的に情熱を持って、もう勝手にやり始めたものだね、はい。これ自体はいつ頃から販売されてるんですか？今月の、なんだろう、1週間ぐらい前からなんですけど、はいはい、10日ぐらい前ですかね、ほんで。それは、このコロナの事態になってから、もう急いで動き始めたって感じですか？もともとコロナ前から、そういったの、こう、なんですかね、こういったいろんなのこう商品を発売しようとか、やっぱりこう、お客様に近づいていく商売っていうのを、やっぱりやりたいっていうのをみんなで話してて、たまたまやっぱりこう、今回のコロナによって、やっぱり4月は、やっぱりこうどうしても、売り上げをして、こう、時間が空いてしまったので、はい、せっかくだからっていうのがあって、うちのスタッフが、やっぱりこう、その菓子製造業だとか、こう今回ラビオリコを発売するにあたっての、惣菜製造業の許可っていうのを、はい、みんながわーって取ってくれて、はい、僕一切何もやってないんですよね。はい、でやっぱりこう、まあ、うちの、さっき作ったのも渡辺ってうちの料理長なんですけども、彼女が中心となって、全国どこでも食べれて、やっぱりこうある程度価格も今でも結構こう原価高いんですけども、それでもやっぱり、2人前で1000円っていうところまでなんとか抑え込もうってなって、はい、まあすごいいろいろやってくれて、本当に僕は蚊帳の外っていう感じで、けどそれでもやっぱり、まあ、ええ、まあ、そう、せっかくなんで、この今日ここでラッセで実際にお会いしてお話しさせていただいてるんですけど、このラッセ自体が、まあ、コロナウイルス その感染症に対してどういった対策をされてるかっていう話をまずちょっとお聞き、僕ももうその対策を実はもうされてるんですけれども、その話をじゃあまずちょっとお聞きしてもいいですかね。はい、まず、こう、まあ、うちのスタッフ、まあ、僕も含めてなんですけども、はい、朝出勤する前に必ず、体温を自宅で測ってきて、で、体調がいいか悪いか、なんか、何かしら異変があるかどうかだけで、まあ、休ませるっていう形に、はい、体温が上がっても休ませるし、異変がある場合でも、やっぱり自宅待機して休んでもらってって、うん。で、さらに、こう、店に、こう、来た段階で、みんなで、そのパルスオキシメーターっていうものがあって、はい、で、いわゆるこう医療機関、まあ、どこでもそうなんですけども、救急病院だとか、そういったのこう医療機関、感染症のところとかでも、まあ、この前、歯医者さんに行ったんですけども、歯医者さんでもまあやってましたけども、そのパルスオキシメーターっていうので、血中酸素濃度っていうのを、測って、はい、飲みますね、はい、でそのさっきその、測ってもらったんですけど、指をなんか入れて、水、そうですね。血中酸素濃度を測って、あとはそれと同時にこう血圧も測ってって形で、
で、その数値で、いわゆるあのこう、いわゆるこう、なんですかね、肺炎を、あの、患う前の、前段階とか、はい、そういうところになると、その、肺の機能が低下しているとなると、その血中酸素濃度も下がるので、はい、数値が下がるっていう、そこのところである程度、これってもしかしてっていうのが、ある程度数字で見えるわけなので、はい、それをやっぱりレストランで取り入れて、まあ、お客様にも、来店していただくお客様にも、全員にもやっていただいてるっていう、はい、であのこう電話の予約段階のうちでも、はい、あのお客様にあのこう、まあ、リコンファームするんですけども、はい、その時にも、お客様がお店に来る前に、自宅を出る前に体温を測っていただくっていうことも、はい、ちょっとあのこうお手数なんですけども、やっていただくっていうのは、全員のお客様にやってもらってると、やっぱりあのこう店内に入店していただいた段階で、あの他のお客様もあやってるんだなっていうのがやっぱりあって、はい、ある程度の安心感、はい、まあ、もちろん完璧じゃないんですけども、はい、ある程度の対策をとって完璧、安心感というのをある程度得ながら、で入店した時にも必ず手を洗っていただいてから、アルコール消毒してから席に座っていただくっていう、はい、あとはよくあるのがあのこうおしぼり、日本の文化でおしぼりあるんですけども、よくおしぼりって今までだと形いいものを飲食店の、まあ、内情を言うと、ま、よく手を清潔にしたスタッフが巻き直してから、はい、このおしぼりのウォーマーに入れてとか冷やしたりとか温めたりとか出してるんですけども、実際にはそのおしぼりのメーカーさんっていうのは、まあ、今回のコロナに関しても滅菌殺菌してますよっていうのを自分たちでこう数値を測ってもらって、でそういったものがちゃんと袋の中に個包装されているものをなんですけども、それを今までは飲食店ってこう形が悪いからって巻き直したんですけども、はい、形を巻き直さずに袋から出さずにそのお客さんに提供して、はい、綺麗なおしぼりを使っていただいてるっていう、でさっき言ったようにこうお皿も洗浄機で温度の高い、もう一つはグラス洗浄機の方92度になったりするので、ほぼほぼ殺菌できる、でカトラリーもそっちの方で洗うって、だから一つ一つやっぱり、まあ、スタッフの手もそうなんですけども、何かしらスタッフも触ったら必ず手を洗う、アルコール消毒をするっていうのを繰り返していながら、こういったこうカトラリーなんかも、無菌状態でお出しさせていただいてるっていう段階で、まあ、そういったのを結構いわゆる水際対策って言ってるんですけども、その水際対策を施していって、お客様に安心感を与えるっていうのがまず第一のサービスなんじゃないかなと思って。なるほど。そこの先になるとやっぱり味になったりサービス力になったりするんですけど、はいはい、今までだと味とサービス力とか楽しさだけで、事業ってレストラン事業ってやってましたけども、今その上にやっぱりまだ今言ったのでもやっぱり完璧ではないんですけども、できることは徹底的にやっていく、はい、けどそのためにはお客様の席間も離さなきゃいけないって、今までは満席で入れたのを半分の席間に埋めるっていうことを、半分の席間で半数のお客さんだけでやってるわけなんですけども、その売上がじゃあ半分になるわけなんですけども、はい、その部分をじゃあどうやって、はい、まあ補填していくかっていう、まあそんな話もそうですね、これから先ちょっと聞いていきたいんですけど、はい、まあつまりその飲食業界は特にそのまあさまざまな業界の中でも特に大打撃、はい、大打撃を受けてると思うんですよ、でコロワイドがね200店舗、はい、閉店するとか特にまあいろいろニュースもあって、で村山さん、まあ、まずラッセはそのコロナのこの危機っていうのはもう乗り越えたっていう判断なのか、それとも今まだ模索しているっていう段階なのかは どんな感じですかね。模索している段階です、はい、もう完全にこれは先が読めないっていう風になってきたんですけども、やっぱりこう打てる手はどんどん打っていくっていうので、はい、まあその中でそのサイゼリアでアルバイトしてきて、いわゆるこう、サイゼリアのそのもう一つの側面っていうのが、いわゆるこう固定費を下げるっていうのが結構あって、はい、その少人数なんだけども無理せず運営できる体制っていうのがもともとサイゼリアあるわけなので、で、よくサイゼリアも、路面店っていうその1階、その道路に面した店舗ではなくて2階とかよくあったりするわけなんですけども、はい、そうすると、家賃が下がる、はい、まあ、うちの店もやっぱり地下なんで、はい、目黒 の駅から歩いてまあ2、3分なんですけども、
っぱり家賃はある程度あの他の店舗に比べたら安いっていうのがあって、まあ、そういうところもあってか借りたってのもあるんですけども、はい、あとあのこう今までうちの店最高で12人働いた時あるんで、ね、マックスで、はい、で席数が24で、はい、あの従業員が12人いてものすごい固定費それってでもその、ね、この価格帯のレストランでは、ね、そんなに異常なことではない、あ異常です普通ですねやっぱり他の、ねお店では割とそういう店もあるっていう、ね、あります36席で15人とか働いてる店とかっていうのはやっぱり2つ星3つ星になってもやっぱり当たり前になってくるんですけどもけど、その事業所としての経済構造っていうのはやっぱり圧迫するわけなんですよ基本的に、はい、人を抱えれば抱えるほど問題も増えてくるし雑務も増えるしってでそこの部分はやっぱりこう一人一人のそのサイゼリヤから学んだことによって一人一人の作業分担っていうのは負担を増やさずに、はい、あの営業にだけ集中するっていう、まあ、あのこう内部構造に変えているっていうのがあって、はい、そうするとあのいわゆるあの最初の頃に話したあのこの業界飲食業界って店をあの移転しなあの変えていきながらキャリアアップしていくっていうのが結構人いるので、はい、そういったタイミングってあのこうやっぱりどこの店もあるわけなんですよねそのタイミングであのその新しくスタッフをこう補填するわけじゃなく、はい、そのまんまあのどん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 少なく人数に絞っていきながら固定費を下げるわけなんですけどもあの1人当たり の給料を増やすってことにして、はい、給料額の相対はあの比率は下がるわけなので、はい、給料額の比率は下がるんだけども1人当たりもらう比率は上がるっていうことにして、はい、であのそうするそプラス時間も短くするってなると、はいその新しいそのこのラビオリの事業にしても、まあ、テイクアウトとかもやってるんですけども結構このラビオリの事業の方が、まあ、売上比率 30% ぐらいになったりしてきててあ今この状態になってからこの状態になってもすごい伸びてきてるんですよやっぱり、はいうん、やっぱりそれってニーズを組むいわゆるあの顧客価値をあの生むっていう段階にあって、まあ、それも探ってる段階なんですけども、はい、探ってるというか僕じゃなくてスタッフが探ってるんですけどね、 ねあのはい、あのちょっといくつも質問いただいているので、ちょっと今、せっかくなんで、ラビオリについて伺ってもいいでしょうか。はい、はい、はい、どうぞどうぞ。この辺、皆さんの一番関心事になって、はい、まず、その製造販売の資格っていうのは、はい、店舗のキッチンをそのまま使って、売る場合でも簡単に取得できるんでしょうか。基本的にあのこう、店舗のキッチンっていうのは、大部分のところ、はその手洗い設備だとか大丈夫ですかね、はい、手洗い設備だとかあとあのこうキッチンに対してあのこう部屋にしなきゃいけない扉をつけなきゃいけないという部分があってで、そういったものをうちの店は急遽だったんですけども自分で扉を作って取り付けてあのクリアしてます。あそういうちょっとカスタマイズというかアレンジで乗り切ってるんですね、はい、そうですねだからこう僕他のお店の人からもいや、はい、あの他のお店の人からも言われた質問を受けたんですけど実際来てもらって他の店カウンターレストランなんですよね、はい、そうするとキッチンを部屋にすることって不可能なんですよねああそうですね、うんまあ、カウンターを閉じないといけない。そう、カウンターを閉じなきゃいけないというのはまず絶対条件になってくるので、はい、あとはそうするとそのキッチンに対して手洗い設備、はい、入った瞬間にあのこうキッチンを汚染しないように、はい、あの手洗い設備がまずなきゃいけないっていう。あそれはじゃあその通信販売というかそういう外販をする場合の条件と普通にこう店舗運営するときの条件が違う全然違うっていうことですか。そうですね。あのこうその許可証を、はい、あの得るためにはあの実際こうその保健所の人に来ていただいて、はい、見ていただいて、はい、全部クリアしてるかどうかっていうのはやっぱりじゃないとそのもう販売していいですって言ってもらえないのでだからそういうのは事前に、まあ、うちのスタッフ料理長の渡辺が全部やってで何が必要なのかっていうのを、はいまあ、僕も一緒にあの足りないところをクリアしてたっていうのがありますので、はい、でもまあそのもし、ね、カウンターレストランだったらそれはもう分かっててもなかなか対応できないから、はいですね、別のキッチンを用意してとかしないとそうですね、うん、それはじゃあ、まあ、たまたまだったとはいえその先ほど居酒屋のカウンターを全部壁にして壁にしたっていうのが今回やっぱり生きたというかまあこうそうしたっていう形ですのでまあそれプラス、まあ、自分で扉を作って、はい、いわゆる
部屋を作って、はい、外気を入れない、はい、外から埃が入らないようにするっていうのがやっぱりすごい重要なので、製造過程でやっぱりのこうその商品に異物混入が起こってしまわないようって、その、確率を下げるためなんですよ。そういったものもやっぱり全部クリアして、はい、まあ、実際こう、この前のこうスタッフが許可証を実際に発行されているものを取りに行って、はい、こう営業しているわけなんですよ。で、その売り上げがもうかなりの割合を占める売り上げ結構占めてきてますので、それはで、まあ、そのラッセが、まあ、そのコロナをしのぐ策のうちの、まあ、一つではあると思うんですけど、まあ、せっかくなんで、そのなんだろう、僕が率直にその今その、まあ、特にだから飲食業に携わっている人とかは本当に多分すごく心配してると思うし、まあ、本当に苦しい方も、ね、いっぱいいると思うんですけど、まず、まあ、そのなんだろう、僕がこれ気になったことなんですけど、まあ、コロナでコロナウイルスが、まあ、このいろいろ流行したことによって、その比較的ダメージの多いレストランと、そこまでダメージ、まあ、そのダメージは負ってるかもしれないけど、そんなにダメージを負ってないレストランと、もしかしたらこのウイルスによってむしろ売り上げが上がってるようなレストランとあるかもしれないと思うんですけど、はい、そういったなんかこう違いについて、なんか村山さんってなんかこうありますかね、どういった店が特に苦しくなるだろうみたいな、でラッセはそのうちどういったところに入ってくるのかとかっていうのはちょっと気になるんですけど、まあ、苦しくなるところっていうのはやっぱりこういわゆるその3密状態で営業してたところっていうのが、はい、もともと人をギュッて詰め込まないとそのビジネスモデルの収益、はい、いわゆる経常利益が立つところまで来れないっていう、はい、基本的にはどういった業業、まあ、居酒屋とか、居酒屋とか、はい、あとこうどうなんですかね、けど例えば近くにある立ち飲み屋さんなんかは、はいはい、その3密に近づくかもしれないんだけども、はい、結構窓開けっぱなしだとか、はい、立ってるから座らないで流動的だとか、はい、換気がどん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 上に上がっていくとかで、はい、見ててそんなでもないなっていうのがあって、はい、あとこう、まあ、その3密になるところがやっぱりこうなかなか苦しいんじゃないかって、はい、結局やっぱりそういうところもこう今、今回はワタミが、はい、1割を閉店させて唐揚げ業態に変更させる、はい、いわゆるテイクアウト の, 業態にシフトチェンジしていくっていうのが、はい、やっぱり報道こうネットニュースで出てましたけども、まあ、うちの場合もやっぱりこの店内は半分にしかお客様を入れない、はい、安全をまず感じてもらう店内でじゃないと、その店内営業っていうのはやっぱりそのフィジカルな体験なんで、はい、フィジカルな体験が安心してできるっていうところっていうのは、はい、今後 の, その時代っていうのはすごくプラス要因になるんじゃないかなと思ってて、はい、でしかもそれを情報発信して、うちの店はこれだけ取り組んでますよっていう、まあ、例えばのこうよく僕ディズニーランド例えば出すんですけども、はい、ディズニーランドって行く前がすごい楽しいじゃないですかので、はい、うん、それがレストランに来る前に来る前に安心度合いがどのくらいあるかっていうのが今後のポイント で,、はい、でそれプラス来た段階でその安全を保ちながらその感染症にかからないっていうのをある程度お客さんが理解しながら安心感のもとフィジカルの体験が楽しめるっていうのが今後付加価値がもっと上がっていくっていう、それができる業態が強いかなと思ってます、うん、僕そういうふうに、その、まあ、要は店舗でその、はい、ご飯を食べるっていうことは、やっぱりそのフィジカルな体験がすごく価値が付加価値として大きいわけですよね、その付加価値っていうのを、まあ、その結局ウイルスの感染のリスクとかによって、まあ、減らされてしまうのは、まあ、レストランとしてはもっともったいないというか、まあ、お客さんとしてもそれほど、ね、そのわざわざ外に食べに行って食べに行くときに、まあ、感染のリスクを感じながら食事するとやっぱり食事を楽しめないんで、そうですね、それがだからやっぱりそのクリアにできるような、なるほど、まあ、じゃあそうですね、まあ、僕もちょっと分かんないですけど、例えば個室でその結構こう高価格帯で、はい、例えばそのなんていうかこう周囲から結構周囲とこうあんまりこうオープンじゃない、このラッセは今オープンなんですけど、そういったこう密な空間で食事をするのを楽しむコンセプトの店とかっていうのはやっぱり結構じゃあひょっとしたら厳しくなるかもしれないみたいな感じもあるんですか。個室ってその今までのレストランの個室っていうのは、はい、まあ、うちもそうなんですけど換気、はい、
要は吸気ですよね。で、はい、吸気がその個室できちっとできてるところって、はい、あんまりないんじゃないかなと思ったりもするので、はいはい、例えばであのこっちの店に関して言うと、あの席の配置っていうのを、まあ、うちの店さんの入り口に向かって全部の空気が流れるようにしてて、はい、そうするとあの扇形であのお客様の席を用意しておいて、そうするとどのお客様 の、 そのいわゆる呼吸したとか、空気の流れで触れなくて済むっていう、はい、ところまでちょっと席間というのは席の配置っていうのを決めたというか、やっぱりそれだけでも、例えばここのとこでその、空気 の、 この流れでお客様同士が重なってしまったりすると、はい、やっぱり真ん中にいる人とかって嫌じゃないですかね、はい、そういったところまでやっぱり見ながら、その味と雰囲気と楽しさっていうのを楽しめる空間を作ってあげるのがこれからの付加価値なので、はい、それをやっぱりこうわざわざリスクを犯してきてまで来てくださるお客さんに対してこっち側がどこまで考えられるかっていうのはやっぱりすごい重要ですよね。なので、でそれに対して、まあ、さっき の、 その、 あのパルスオキシメーター、はい、あのお客様にも負担かけていただくっていうことなんですけども、実際にそれはあのお客様自身も喜んでやっぱりやってくださるんですよね。実際にその血中酸素濃度計っていうのはやっぱりこう普段家庭にないわけなんで、はい、実際お客様自身ももしかしたらあの、うん、無自覚なんじゃないかっていう不安を持ちながらやっぱり今生きてるわけなので、うん、でそのパルスオキシメーターっていうのは完璧じゃないけどもある程度その数値が出てくるっていうのがあって、はい、うん、あ、自分の肺は今正常に機能してるなってなって、はい、ある程度の一定のものってあるわけじゃないかんで、それすごい重要だなと思って、はいはい、そうですね、うん、まあ、パルスオキシメーター自体は、はい、まあ、なんか僕も今日さっきやってもらって、はい、すごい欲しくなったんですけど、はい、なんか高い値段としては高い、5000円ぐらいで、けど今のこう僕も Amazon で頼んで、はい、2ヶ月待ちました。あ、そうなんです ね、 ね。それ何月頃に注文されたんですか？僕は2月に注文して、はい、4月の後半に来たので。あ、なるほど、ね、じゃあ結構本当にじゃあ品薄状態。そうなんですね。やっぱ世界的に、ね、あとはこう僕の中でそのコロナ対策というよりも、まあ、こう今後その大きな目線でレストランを運営していくとか、はい、一つの事業所をやっていく、まあ、こう店長だとか責任者、あとはオーナーだとか経営者の人もの、なんていうんですかね、どうしたらいいのかっていったらあると思うんですけども、はい、結構僕、今回のこのコロナ騒動が本当に大きくなるのって、はい、もしかしたら東京ロックダウンされるんじゃないっていうふうな、はい、なった3月の中頃の前、はい、中頃の、まあ、以前、ちょっと前ぐらいですので、まあ、その時には結構いろいろとある程度対策はしててっていう部分があったんですけども、はい、実際に一番最初に僕がそのコロナ新型コロナウイルスを知ったのが、はい、今年1月 の、はい、1週目の最後と、はい、まあ土曜日とかに2週目の月曜日ぐらいだったんですけども、はい、まあ、ネットニュースで結構ディープなニュースとかよくネットニュース見るんですけども、はい、たまたまそれでその武漢の、はい、で新型コロナ、なんだかまだ正体不明のウイルスが、はい、80人だから感染したっていう段階で、はい、ちょっと簡単なネットニュース見て、僕すぐこう近くの薬局に、はい、行って、スタッフの、全スタッフと、あと関係者のマスクを買ってっていう、はい、まあ、その買い占めというよりも、関係者 に安全を守ってもらう、はい、例えばそのスタッフの家族にもとかあるわけなんですけども、はい、で、これ結構この新型コロナウイルスって怖いんじゃねって思ったのが1月の初旬なんですね。はい、早いと思ってますので、はい、なんかその部分で、今はそのレストラン営業の具体的なその対策もそうなんですけども、はい、やっぱり情報収集の速さっていうのもすごい重要だなと思ってて、はいはいはい、その情報収集もなんですけども、どれが正しいのか悪いのかってやっぱり今いっぱい溢れてるわけじゃないですかので、はい、やっぱりそれってこうちゃんとした機関の人たちもこうネット上でやっぱりこう今YouTube とかでもいろんなのこう Twitter とかでもみんなのこう流してくださるので、はい、専門医の人としてもやっぱりそういうのを頼りにして、はい、じゃあそれに対してどう対処するか、レストランでどういうふうにお客様に安心を持っていただくかっていうのがやっぱりこれからの、まあ、最低限の付加価値の与え方になるんじゃないかなと思ってて、はい、僕がこの、まあ、僕は小説を書いてて普段で、まあ、小説家って
あのコロナウイルスは実はそんなにこう自分の営業にはまあ関係しないというか、あの痛手を被らない側の人間なんですね。その要は小説ってあの一人で個人で書けて、まあ、個人で読めるんで、ね、そのまあ生産する側も消費する側も全部その個人で完結するんで、ね、その飲食店みたいにこう人と会ったりとかすることがないんで、人と触れ合うことが なくてもできるものなんで、でなんですけど、まあ、なんかいろんな人からあのいろんな人というかいろんな媒体から、まあ、コロナウイルスについて小説家、まあ、これはあの僕以外の作家もいろんな人が多分そういう仕事行ってると思うんですけど、あのコロナウイルスってどう思いますかって言われるんですよね。で、まあ、すごくもう本当に率直に言うとどうも思わないんですよ、うん、どうも思わないというか、どうも思わないっていうのは個人の作家としての職業者としては別にそのないんですよ。でだからそのコロナウイルスについて考えるときに、その例えば飲食業だったりとか、その、まあ、旅行関係の人とか、まあ、飲食業も飲食業だし、あの、まあ、観光関係とかね、そう、本当に、まあ、飲食とか百貨店とかも結局それでインバウンドの影響、旅館もそうですね、ホテル業とか、そういった人たちがじゃあどう困ってるのかっていうのとかをこう考えてみたりとかして、あのなんかこう想像してみたりとかするんですけど、そので僕がちょっと思ったのは、そのコロナウイルス自体のはひょっとしたらまあ何ヶ月かかるとか何年かかるかわかんないですけど、そのまあなんだろう、こうまあしばらくかかるかもしれないけど、まあいつかそのなんていうか共存するなり、なんか収束するなりするというか、そのじゃないですか。でもそのじゃあ僕たちのそのコロナウイルスがその一段落して、今は一応非常事態宣言というのが解かれているとか、まあちょっとまた、まあ、何をもって、ね、収束とするかとかってのはすごく難しいと思うし、あ難しいと思うんですけど、まあなんとなく日常がこう戻っていったとして、そのまあ今回のこの非常事態は終わったとしても、その終わかその一回非常事態になってしまったことによってもう戻らなくなったものっていうのも多分あると思うんですよね。人の心ですよね。人の心として。で僕はこれ村山さんの前で言うのも心は痛いって痛いんですけど、その自炊とか僕は始めたんですよ、コロナウイルスの期間に。僕それまでほとんど外食と、まあ、Uber Eats、 僕すごい Uber Eats はもう今もあの使ってるんですけど、あんまり自分でご飯作ってなかったんですけど、まあ、自炊とかも始めて、で周りの友達も自炊とかすごい始めてるんですね。でそうすると何が起こるかっていうと、その別にもう自炊に慣れちゃった人ってもう自炊でいいじゃんって。あ、そう、外食しなくする傾向は減ってくるんですよね。そうですよね、うん、でなんだろう、通販で物を食べるようになった人ってもう通販でいいじゃんとか、まあ、Uber Eats も便利なんで、まあ、Uber Eats でいいじゃんとか、なんだろう、その例えばもう居酒屋でこの前飲んだ人はこう Zoom で飲み会したら、まあ、わざわざ外出なくてもいいし、まあ、オンラインで別に話せたらそれでいいじゃんとかっていうふうに、そのなんていうか、そういうことにこう気づいてしまった人とかって結構いると思うんですよね。いっぱいいますんで、本当にそこが今のこれからのニーズだなと思ってるんで、はい、あで、そういう、そのなんていうか、まあ、それってもうなんていうか、こう言ったらその、もうウイルスとは関係なく、もうそのなんていうか、こう収束するとかしないとかの問題じゃないじゃないですか。そうですね。でそういうなんていうか、それって言ったらその飲食店を経営する人としてはかなりの逆風にもなり得ると思うんですけど、村山さんそれについてどう考え、ね、いや逆に言うと、はい、まあ、もちろんその各飲食店がその、はい、既存のコロナ前のビジネスモデルを変えられない人っていうのは、はい、あいわゆる、なかなか難しいと思うんですよね、はい、まあ、うちの店の場合はスタッフが、まあ、みんな20代で若くて、はい、もう勝手に変えちゃってるわけなんですけど、ね、それは僕はすごく嬉しいんですよね、はい、僕よりもはるかに感度高く、はい、そのいわゆるお客様のニーズとか本来だったらこういう風なのが欲しいよねっていうものに対して、はい、飛び込んでってお客さんに対して近づいてって、その、こう、はい、販売事業を始めて、まあ、今はラビオリだけなんですけども、今回品数、今後品数増やしていったりとか、はい、今後もですね、今度は主販免許も取ろうと思ってるので、はい、そのいわゆるフルセットも売れることになってくるんですよね、はい、そのいわゆる Uber Eats の、はい、まあ、そんなに値段は高くしないけども、そのレストランのフルセットが届くっていう形だとか、はいはい、そういった展開とかもやっぱりあったりとか、みんながすごい考えててくれて、はい、それプラスやっぱりこう、はい、今飲食業界とかの飲食店って、いわゆるレストラン、さっき言ったようなこうテーブルサービスの
そこだけで付加価値をつけれるとなると、基本的にその日本のその飲食に対するビジネスモデルに対して、いわゆるこうサブスクリプションのモデルの、はい、ビジネスモデルのいわゆる集金制度っていうのが、はい、いわゆるのこう月額のポスレジだとか、はい、予約システムだとか、こういったのこうテーブルクロスとか、そういったのもこう言っちゃなんですけども、光熱費まで全部サブスクじゃないですか、はい、ね、そういったサブスクのいわゆるこう一番こうお金を取れるのが飲食店なんですよ、ね、はい、だって飲食店ってこう日本中で69万店舗あって、はい、じゃあ69万人のオーナーシェフがざっくばらんにいて、はい、でそこの69万店舗に3人ずつ働いてるとしたら、はい、やっぱりこう208、まあ、大体こう499万人、まあ、500万人近くこう飲食従事者が日本でいるわけなんですけども、はい、その人たちからやっぱりこう僕そのサブスクモデルの、その月額取られる側なんですよ、飲食店で、はいはい、じゃあこう今うちのスタッフがやっているそのビジネスモデル新しいのってその全国販売なんですけども、自分たちで作った仕組みで、はい、自分たちで受注して自分たちで発送して、で自分たちのサービスと味でお客さんに満足していただいてるっていう、はい、いわゆるそのサブスクの中抜けが全くないっていう状況で仕組みを彼らが作ってるので、はい、でそれってこう飲食でそのテーブルサービスにつくお客さんの、それもいわゆるこう直接お客さんにサービスして満足していただいてお代をいただくっていう、もちろん付加価値以上の付加価値以上のものをやっぱり与え、お客さんが考えている付加価値以上のものをやっぱり与えてこそ、はい、お客さんリピートしてくださって、はい、やっぱりうちの店も続いてきたわけなんですけども、それもやっぱりこうお客さんと、まあ、ラッセ の, 直接 の, やり取りで、いわゆる高価格帯レッスンとかレストランって人間対人間なんですけども、はい、今度はラッセ の, そのやってるものっていうのは僕らも人間なんですけども、そこにそのラッセのスペシャリティのラビュリっていうものが、はい、お客さんが感じる顧客価値がある商品っていうものを直接サブスクモデルを使わずに、はい、届けることによって利益を上げられるっていう構造にしていくのがやっぱり一番ベストだと思ってて、なるべくなんで例えばこ う, うちの店で倉庫を借りてるとか、はい、そのトランクルームみたいなとか、いや家賃も基本的にやっぱり基本サブスクじゃないですか、ね、そうですね、月額毎月出ていこうかなというみたいな、そうですね、だからこう飲食 の, その一番の脅威っていうのは実はそのサブスクモデルの餌食なわけなので、はい、うん、様々な、ね、様々ないわゆるサブスクカーストっていうものがあったら、はい、そこの一番底辺は飲食なので、でそのなんていうかその支出が全部サブスクで持っていかれるのに、うん、そう、収入はサブスクモデルでは全くないというか、ないんですよね、お客さんが流動的に減ったり増えたりじゃないですか、はい、でだったらそこはブランドというかこう商品価値のあるものをお客さんに届ける方が、はい、今後お客さんがそのさっき言われたように自分で調理をするとか自炊するっていうことに対してプラスアルファの商品が届いて、はい、今日ちょっといいものを取ったからってなって、はい、まあ、家族がいるとか友達呼ぶとかってなった時にちょっとこれ一つ星レストランのやつ取ったんだぜってなると、はい、そこのとこで家で価値が生まれるわけじゃないですか、はい、なんておすげえねえじゃんってなったりするので、はい、うん、だからそこに対してこう価値の移動っていうのをこっち側から行っていかなきゃいけなくて、はい、そこにさらにサブスクのいわゆる中抜けの仕組みを作らないことがすごい重要かなと思って、はい、それによって飲食の今後生き残る道って出てくるんじゃないかなと思って。なるほど、ね、あ、せっかくなんかなんで質問をたくさんいただいているようなので、はい、見ている方々からの質問をちょっとお答えいただこうかなと思うんですけど、はい、あ、じゃあ先生。はい、じゃあちょっといろいろすいません、予定の時刻が近づいているのですが、たくさんいただいているのでちょっと足早に行きたいと思います。はい、まずですね、その EC 販売について、はい、その前にですね、ラッセさんのまずどれぐらいのこう金額規模でここは動いているお店なのか、月のこうざっくりした固定費とかかってるお金、どういう施策でやってるかっていうことからお聞かせください。固定費なんですけども、はい、実際に店をじゃあ例えば閉鎖しました、1ヶ月止めましたって、はい、そうすると食材費
とかそういったものはこういわゆるテーブルクロスのそういうのって全くかからなくなるわけなんで、だいたいうちの店だと、200万円ですので、あその運営と関係のないお金というか運営いわゆる固定費ですので、固定費、はい、なのであのじゃあ運営を再開したとかのこうやってる場合はそれプラスあの食材費がかかってくるってやつですので、はい、なるほど。で今回その EC 販売をあの始めたことによってどれぐらいその売上が上がったものなんでしょうか。そういう数字っていうのはまだもう見えてるものですかね。今どんどん受注が入っててまだはっきり分かんないですので、あの受注の方が多くて実際にいわゆるこう、まあ、本当にさっき言ったようにあのこう、売上の 30% 近くに上ってきてるんですよ、ね、はい、ね、結構その部分があのこう大きくて今後どういうふうに変化していくとなるというのはやっぱりあのこうどれだけ宣伝するかとかどれだけあのこうそのお客様が今までこうあの店に来ていたものが先ほどこうおっしゃったようにあのこう家で食べるようになってくるので、はい、そこのところにあの家で食べたい家で食べなきゃ安全じゃないって考えている人に対してその商品が届くようなあのこう宣伝をしていくかというによってやっぱりそこの売り上げもかなり増大してくるんじゃないかなっていうのは感じますので、はいはい、まあ、今のところは本当に30、まあ、20この前見たら27から30近くに上がってきたのかなっていう感じなのでびっくりしてますね実際に、ね、 ね、うん、あとですねあのもともとおっしゃっている従業員一人当たりのこう稼ぎをどんどん上げていくこの村山さんのスタイルについて、はい、どれぐらいのこう金額だったものがどれぐらいになったっていう数字で言えるものでしょうか。本当に昔は一人当たり年間が850万円ぐらいの売上だった。それが売上ベースで売上ベースですので、はい、本当に純粋に売上ベースで一人当たり850万だったのが今はですね1900近くが実際で倍増っていうことなんですけども、今回 の、 あのコロナが起こる前の会社の決算において、はい、経常利益がすごい V 字で回復してるんですので、はい、あの相対その10人いた時の売り上げよりもやっぱり下がってはいるんですけども、はい、もちろん4人でコントロールしながらやってるので、はい、売り上げを、意図的に下げている部分はい、4人で回せない席数っていうのはやっぱりお客様に対して付加価値を下げてしまってリピート率が減ってしまうのでそこはあのこう4人で健康を保ちながら労働時間を短縮しながらあの売り上げというよりも売り上げは下げてきたんですけども1人当たりの売り上げ上げてきてでさらにあのこうみんなでそのこう徹底的にその備品類だとかあといろんなその固定費が下げれる部分はどん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 もう絞り出してそのいわゆるキッチンペーパー使う1枚にしても大きさ測って、はい、その何枚入ってるかとかその使い心地とかも測って1枚あたりいくらっていうのも出して、はい、A 社のキッチンペーパーと B 社のキッチンペーパーっていうのはこっちの方がいいよねって、はい、本当にトイレットペーパーの長さとかなんかも使い心地なんかもそういうのも全部実際にお金に換算してみてこっちの方がいいよねって選んでるんで、はい、うん、なんかだから、うん、普通はねその売上をどうやって伸ばすかっていうふうに、ね、考えるところを別に売上を増やすことじゃなくて、ね、いかにそのなんていうかかかるその一人当たりそのなんていうかこう売上に対するそのなんていうか手間とかをこう労働時間とかを減らしていって、はい、その一人当たりもらえる金額が増えるようにするみたいな。そうなんですね。重要なのはやっぱりその従業員が健康を保てること、はい、の中で一人当たりの売上相対的な売上を減らすんですけども売上を一人当たり上げながら従業員の給料を増やしながら労働時間を減らして休憩時間をいっぱいにして、ね、なるほど。いやそれは僕も取り入れたいですね。もう死ぬ気で頑張って書いて、はい、すごい大傑作を書くぐらいだったら、はい、ちょっとねこう休憩しながらなんかねこうちょっと簡単にねまあまあの作品書いてそうもいかないんですけどなかなかなんかね、まあ、いやまあそれと話が同じかどうかわからないですけどまあでもやっぱりその心地よい環境でね働きながらで結果的にそれがお店に関わる人にとってみんなにプラスになるというのは素晴らしいことだと思います。そうなんですよ。それであと大事なのが今までその飲食業界って昔からなんか徒弟制度みたいなとかあったりとか、はい、親方がいたりとか、はいはい、親方が言ったことをやらなきゃいけなかったってことがあるんですけどもうちの店の場合は何回も言ってるんですけどもスタッフが勝手にやってるんだよね割とそういった、ね、その月に、うん、でそれが結果的に今売り上げの
その支えになってるっていう、それはすごくそれはいい話ですね。とてもだからこうスタッフがもう考えて実際行動して、はい、じゃんじゃん失敗できても、その失敗をこう一緒にこうどうしたら良くなるのかっていう風なあのエストラン運営っていうので、うん、いわゆる昔ながらの親方が成功せっていうプレッシャーを与えないようにっていうのになるべく、はい、ただやっぱり今回のコロナに関しては僕はそういったのこうボトムアップをずっとやっていきながら、コロナに関してはその1月初旬の時にこうしようこうしようこうしようで、そこはしょうがないからもうトップダウンでズバズバズバって決めて、はい、ある程度指示は出していって、やっぱりピンチになったら経営者って出てあげなきゃいけないっていうのがあるので、なんか他に質問とかは大丈夫ですか、はい、今のですね、まさに社員の方への評価制度や給与体系はどうなっていますか。評価制度っていうのが実際にまだこうそのはっきりとなくて、やっぱりその売上が一人当たりの売上が上がるって、その部分でじゃあ人件費率がいくらとか、はい、食材費がいくらとかってそういう部分はある程度決めてるんですけども、その評価制度というよりも相対的にまだまだこう伸び率があるので、その評価によって評価してあげることによって従業員がそれで満足してしまうっていうのもやっぱり一つのデメリットがあって、はい、それよりも僕らがその4人でやってるのはとにかくその1人当たりの売り上げを伸ばす、はい、まあ、いわゆるその今はそのレストランで入ってくるお客様をもう根本的に絞ってるので、レストラン内の売り上げっていうのはまあ完全に頭打ちなんですので、はい、そしたらどこで売り上げるかって言ったら、そのこっち側がその商品でお客さん近づいていく部分で、そのラビオリ事業だとかテイクアウト部分でやっぱりこう、はい、今のところはまあ模索していながらやっていくっていう段階なんですけども、それをやることによってスタッフが責任を持って やらせてもらってるっていうのがあることによって、自分たちで売り上げを伸ばして、しかもこうその通知管理っていうのも自分たちでやってもらってて、その店のこう財務面なんかもみんなで一緒に見てるんですので、はいはい、なるほど、みんながどのくらい給料もらってるかみんな分かり合ってるので、ね、だったらもう売り上げ伸ばすのが一番早いよねって感じなんですよね、うん、なるほど、うん、だから そういう、まあだからそういうレストランはやっぱり他にあんまりないんですかね、その要はやっぱり料理人の方は料理のことばっか考えるっていうタイプのお店もあるわけじゃないですか、うん、まあ、やっぱり4人しかいないと、ね、みんなでこう経営について考えながら、はい、料理についても考えていくみたいな感じ。そうなんですよね。だからうちの店まだ入って2年目の女の子もいるんですけども、はい、その女の子まだ21歳なんですけども、まあ普段からそういったこう経営の話とか財務面の話とかいっぱいしてるので、普段からそういうの聞いてたら、その去年新入社員で入ってきたんですけども、この彼女はその1年目でもうポップアップの店舗なんですけども、はい、自分で申請して自分で独立しちゃったんですよね。あ、なるほど。うちの店に在籍していながら、はい、もう自分の店も作っちゃったので、はいはい、で自分の店作ったとなると自分の店なんで全部やんなきゃいけないので、はい、そうすると、自分の店の経済を回さなきゃいけないっていう、はい、数値管理を全部しなきゃいけないんで、はい、やっぱりそうすると1年目の女の子でもそのいきなりうちの店の経営の話とかでもズバズバ入ってこれるので、はいはい、なるほどなるほど、うん、だからそういう部分ではみんなでこうフラットに話し合える環境を作るのってものすごい大事で、でそれがどういうふうにこうみんなで輪になって楽しくやってたら、こういったそのラベル事業なんか一つ結果が出始めてますけども、やっぱり結果出始めたら彼らもめちゃめちゃ楽しくやってるんで、今この瞬間でもどうやって伸ばそうかってやってるんで、そこによってやっぱりその先にやっぱりその人事評価制度って入ってくるんじゃないかなと思って、はい、やっぱりこんなちっちゃな店舗ってまず生き抜くために売り上げを上げていくのがまず先で、はい、その売り上げ上げるだけじゃダメで、そこからまたのこう利益を残していかなくっていう体質っていうのを強化していかなきゃいけないんで、はい、その部分では今のところこう受け継いでくれてるからすっごい嬉しいなと思ってるってことなんで、はい、なんか他はじゃあそれ改革し、はい、そういう体制になって、かえって増えてしまった苦労とかデメリットと言えることもありますかと。人数を少なくしたことによってデメリットというのは今のところほとんど感じてないそうで、なぜかというとうちの店4人でやってるんですけども、はい、4人で回すってことをもともと考えていなくて、3人でも回せる体制で考えていて、プラスアルファ4人でやってますっていう状態なので、はい、でそうするとそのプラスアルファの部分で結構そうするとみんな余力ができるじゃないですか、はい、その余力の部分でさらに
その、労働時間削減してるし、今うちの店10時半出勤で、まあ、普段ですと、まあ、あのこう9時前には帰れるって感じで、で休憩時間が2時間あるんですけどね、その中でもあの売り上げを伸ばしてきてるって部分で、じゃあ例えば1人風邪ひいたとなった場合はそれがデメリットになって他の3人に負担がかかるのかっていうと別にそうじゃなくて、もともと3人で回せる状況にしてるよねっていう心の余裕があるので、あの1人休むとか、あの逆に今までの飲食業界だとあの休むことが悪、あの休んだら他の人に負担がかかるから申し訳ないから風邪ひいてるのを黙って出勤して、じゃあもしその人がコロナだったらクラスター発生するよねってなっちゃうわけじゃないですかね。デメリットというよりも完全にリスクしかないですので、なのでその部分を減らすために店3人でも回せる状況にしてるので、でプラスアルファで、まあ、みんなで4人でやってて、誰かがちょっと体調悪い、なんか今日俺ちょっとあの喉痛いんだけど、あじゃあもう休んでってみんなで言うんですよ、 で休んでもらってなんともなかったねってなって、であの朝来たらまたパルスオキシメーターってもらってなんともないねみたいな感じで、まあ、明るくやるわけなんですけども、デメリットっていうのはやっぱりこうその一番のデメリットはその働く環境の意識で、みんなが平等性を持っているかとか、あとはあのこう風邪で休んだら申し訳ないっていう気持ちを発生させない職場にすることの方がメリットが多くて、その風邪で休んでしまったら今までの飲食業界だと休んだら他のやつが例えばあの前菜担当しなきゃ、俺がやってる前菜担当しなきゃいけないからみんなが大変になるっていうふうに考えてて、翌日出勤したらあのチクチク責められるとかってよく飲食業界あるんですけども、そういった雰囲気を全く作っていないので、今のところデメリットっていうのは全くないですので、なるほど、逆にそういった雰囲気になってるからこそあのどんどん休んでよねっていうふうになって、あの休みやすい雰囲気っていうのを、はい、方がやっぱり作られてくるっていうのもあって、 もちろんそのビジネスモデルとして3人でも、やっていけるっていう状況まで持ってきてるっていうのは、はい、あのすごい大きいですよね、はい、やっぱりそこまでたどり着くのはやっぱり3年ぐらいかかりましたけどね。あ、うん、なるほど。じゃあ最後に、はい、先ほども見せていただいたチーズラビオリの、村山さんの公式カスタマイズプランが知りたいですこれはあれですもんね、はい、おうちでサイゼとか楽しいですもんね。まあまあまあ、おうちでサイゼはこうサイズもカスタマイズ、まああのこう本当にサイズだと僕エスカルゴのオーブン焼き一番一押しで進めてるんですけど、いつもで美味しいですよねめちゃめちゃうまいですもんね、はい、あの柔らかさであの量であの値段っていうのはあの僕らみたいな例えばのこうまあ星を持ったって、はい、いただいてるって評価を持った料理人からして、僕らの場合だとあの外国産の水着の冷凍水着のやつを、はい、あのこうカチカチになったエスカルゴをあの扱わなきゃいけないんですけども、あのサイゼリアのやつって自分たちであの調達して、で柔らかくて大きいエスカルゴをあのすっごい新鮮な状態で店舗に今出してくるっていう、はい、まあ、叶わないんですよ。んであ、じゃあ絶対ありえない、あの値段であのクオリティのエスカルゴは絶対にライスサイゼリアで出せないというか、出せないですもんね、はい、僕ら無理ですよ、はい、んでね、なんでそういった例えばそのさっきの質問ラビオリなんですけども、まあこれさっきスタッフにまだ許可を得てなくて公式かどうかわかんないんですけども、僕、まあ、思いつきというか僕の中でやっぱりこうしたら美味しいだろうなとか、あのイタリア料理、はい、あのイタリアのまんまお母さんだったらこういう風にするよねっていう料理方法っていうのは、はい、この、まあ、届いた、まあ、冷凍ラビオリを普通に茹でてさっきみたいにこうソースかけて出すっていうのを今度はこう耐熱皿、いわゆるキャセロールとか、そのオーブン、はい、電子レンジとか、オーブンレンジとか、オーブントースターに入れても大丈夫なお皿で、はい、その、ラビオリを敷いて、ソースをかけて、ちょっとこう、まあ、スーパーで買ってきたちっちゃいトマト缶ですので、はい、ダイストマト缶とかのトマトを乗せて、あとはチーズをちょっとこう、普通の安いパルメザンチーズとかでもいいんですので、はい、テーブルチーズとかでもいいんですけども、それをパッパッパッってかけて、オーブン焼きにすると、もう本当にこう、ラビオリクラタンが出来上がるので、ね、これはぜひおすすめですので、これはじゃあ本当に、うん、イタリアの家庭料理にも出てきそうな、あ、出てきます、完全に出てきますので、 あとは本当にこう朝でその食パンの焼いた食パンの上にラビオリを乗せて、はい、そのまんままたオーブントースターに入れると、あ、いいですね、美味しいですね、ラビオリが乗っかったピザパンみたいになるので、はい、これが多分むちゃくちゃうまいと思うので、はい、むちゃくちゃうまいって、まあ、無理じゃないですけども実際にこうピザみたいになるので、はい、召し上がっていただいて、すごいこう皮がすごい柔らかいので、まあこの辺で
ちなみに2人前となってますが、うん、1人分ずつ回答できますかというご質問もいただいてます。あ、1人前ずつですか。んで、1人前ずつ回答はちょっと、できなくはないんですけども、まあ1回 5個を、はい、あの解凍というよりも冷凍したまんま茹でていただくので、この商品は1回解凍してしまうとあのこう袋にぺったりついてしまうんですよね。なので必ずあのこうあの届いたら冷凍庫に入れて1回ちょっとあのこう冷やしていただいてからあの調理していただくのがやっぱりすごいベストかなと思ってて、であのこう食べたい分だけあのこうそのままあのこう冷凍庫から出して茹でていただくっていうのはあのできます。それはんで、ありがとうございます。じゃあ、 あの皆様からのご質問はすいません、ちょっと選ばせていただきましたが、これで最後にさせていただきました。はい、じゃあ、基本あの最後にじゃあちょっとあの僕からせっかくなのでお聞きしたいんですけど、はい、まあ、その飲食店をやるのってなんかいろんな目標というか、なんていうのがあると思うんですよ。まあ、小説書く上でもそうなんですけど、でその例えばなんだろう、あの自分の店をあの世界中にこう出店したいとか、なんだろう、こうすごい大きいレストランを取りたいとか、ミシュランのそれこそ2つ星とか3つ星レストランをに自分のお店をしたいとかあると思うんですけど、村山さんはこうオラッセを経営しながらどういったそのなんていうか目標をなんかこう抱いてるのかっていうのをちょっと気になったんで聞きたいなと思ったんですけど、今うちの僕の考えの中で、はい、その例えば三つ星を取ろうとか、はい、そういった明確な目標じゃなくて、はい、まあ前からちょっとまあスタッフとも話してたりとかもあるんですけども、例えばでっかい壮大なビジョンがあってとかいうよりも、はい、日常のやっぱりこう職業であるので、はい、まあ、サイゼリアなんかのこう世界中で1500店舗あって、はい、1600億円の売り上げがあってって、はい、やっぱりすごい大きな夢なんですよね。はい、いわゆるそのサイゼリアの創業者の正垣会長は45年前にあの大学に在学中にも起業してるわけなんで、はい、それでなんかこうお客様がこうした方が幸せを感じるんじゃないかとか、そのバリュー、値段ですよね。で値段に対して その付加価値を感じるバリューっていうのを追求していったら、そのサイゼリアっていう業態に今なって、はい、年間、まあ、1億3000万人1億3000万回利用されている、はい、日本の人口よりも利用されているっていう店舗業態になってるわけなんですけども、うちの店の場合ですと今後どういうふうにやっていこうというよりも、はい、やっぱりこう、まあ、今スタッフとも話してて、まあ、こういったこうコロナの状況っていうのも踏まえて、まあ、今の状態だとお客様が望んでいることをまずは真っ先にやることが最重要じゃないかなと思ってて、はいはい、これにやっていくんだってやってて、はい、でやってって、じゃあ三つ星レストラン、二つ星レストラン、一つ星レストランを追求していって、じゃあそのビジネスモデル、収益体制を作って、じゃあ今後も何か、外的要因で脅威が起こったとしたら、はい、結局やれないわけじゃないですか、はい、でそれだったらそういった目標もあってもいいんだけども、はい、まずはお客様のニーズを、はい、掘り起こして、はい、いわゆるお家で食べる、ものに対して今までじゃあこう星をいただいてましたっていうその、はい、付加価値をある程度全国の人にも届けられるっていうそのまあニーズの掘り起こし方ですよね、はい、今回は僕じゃなくてスタッフやってるんですけど、何回もありますけどね、けどそういった方向に向いていくんだったら僕はそっちでいいと思ってるので、なるほど、なんでかって言ったら料理を作ってお客様を満足させて、その対価としてお代をいただいて、はい、僕らも幸せになっていくっていう、はい、その大きなざっくばらんとしたビジネスモデルに対して、はい、わざわざ収益が上がりづらい体制に持っていくのって、はい、結局スタッフも疲弊するし、事業所としても疲弊するし、お客様にもやっぱり幸せを多く届けることができないっていうのになってくるので、はい、今後やっぱりそのこれですっていう明確な答えっていうのはまだないのが実際で、はいはい、その世の中に変化に対して変化できるそのレストラン事業、はい、飲食事業っていうのが今のところ一番いいんじゃないかな。それに対して即答でもうアドリブでも答えられる頭の中身もそうなんですけども、はい、設備とか仕組みもそうなんですけども、はい、そういったことに答えられる
総合力、どこの方向にも向かっていけるっていうのが、はい、今のところ向かっていく分野では一番ベストなんじゃないかなと思ってますので。ということでしたな、はい、固定しちゃうと怖いですね、やっぱりね、はい、そのじゃあむしろこれから その時代の変化の中でそのまあもちろんそのウイルスだったりウイルスじゃないことだったり、いろんな外的原因の中で世間、お客様、お客が客が求めているものに対してどう答えるかっていうところに、じゃあむしろこの、そのワクワクがあるというか、そう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 、なるほど、その、で、こういうことを実現したいんだというよりも、その世界の変わり方にこう柔軟にこう合わせて新しいアイデアをどんどん出していくみたいなことが、そうどっちかというと目標に近いというか、なるほどなるほど、すごい面白いですね。じゃないと、じゃあ地震が起きました、はい、じゃあ洪水が起きましたってなるわけじゃないですか、はい、で、そんな時に、じゃあ、のんびりレストラン食べてらんないですもんね。その瞬間にもうガラッと変わって、じゃあお客様の安全確保をするとか炊き出しに走るとかって、やっぱりそれの方が職に従事している人間 の、はい、責任感でもあるし、社会インフラの一員としてやっぱりそれは対応すべきだと思っているので、はい、だから今回はなるべく今できる範囲で安い値段に設定したラベルっていうのを全国販売 しますって、はい、その Facebook 上で言ってるだけでも、まあ、わんさかわんさか来てるわけなんで、はい、これやっぱりお客さんの求めてるものってそうだし、時代がガラッと変化したなと思ってるから、はい、やっぱりレストラン側がその一つのビジョンに固まってしまうと、お客さんとは全くかけ離れた意識の剥離した状態でレストランやったとしても、結局僕最終的に一人でやって、個人のお客さん一人だけ入れてレストランって楽しいよねって言ったらもうあんまり楽しくないなってなってくるので、うん、ということで、もうちょっとお時間ですかね。お時間大丈夫ですかね。すいません、ちょっと過ぎちゃいましたが、はい、ごめんなさい、でも一個だけ、はい、ワコードからのですね、はい、飲食業界にぜひとも飛び込みたいと思っていますと、はい、ちょっとアドバイスいただけるならお願いしますという、これは最後に一つお願いできますか。はい、飲食に飛び込みたいってことは、本当に今飲食業界は、ものすごい大変な時期になので、何が正解っていうのは本当にないんですよね。お客様のニーズとか要望とかそういうものに柔軟に応えていけるっていうものがまず第一にあって、でそれを応えていくための行動スピードっていうのが速くなきゃいけなくて、高級レストランで働きたいですとか何かをやりたいですっていうふうに固定されて入ってこられる、もし固定されて入ってきた場合に例えばこう高級レストランで一生懸命皿洗いするんだったら耐えられますって、じゃあこう飲食って言ったら結局スーパーとかこういわゆるデパートのいわゆるのこう何でしたっけそうですね、デパ地下、デパ地下 のこう食べるとこあったりするじゃないですか、ね、はいはい、イートインスペー ス、あれもやっぱり飲食なわけじゃないですか、んで、はい、けどああいうところもやっぱりこうテイクアウトもこうデリバリーとかも、はい、やるやってるわけなんで、はい、僕としては高級レストランだろうがそういうところも変わらず、食に従事することによって食べる人が幸せになる、はい、まずこれが大前提ですので、はい、でそれに対してその食べる人が幸せになるってことが継続するためには経営 の数字っていうのを把握する、はい、お金の動きを把握するっていうのがまず二の次というかこうそれも大前提になってくるわけなので、それを踏まえた上で好きな飲食業に入ってきていただくっていう、でそれプラス入ってきていただいたら若いうちっていうのはとにかく僕サッカー選手とか野球選手に例えるんですけども、野球選手とかサッカー選手とかって保育園とか小学校低学年とかから始めて10代後半とか20代前半でプロデビューするわけじゃないですか、はい、で前調べたことあったんですので、今はちょっと違うかもしれないですけども、サッカー選手 J リーガーでピッチに立てる人って2万4000人に1人だけなので、サッカー人口で日本で、はい、プロ野球が、3万6000人に1人だけなので、野球人口、草野球含めて、で飲食業っていうのは基本的に1万人、専門学校から卒業してたとして、みんながじゃあオーナーシェフになりたいと考えてて、はい、じゃあシェフになれるのって1万人中100人だけなんですよ、割合でいうと、はい、でそこからシェフになった人がオーナーシェフになれる割合って100人中10人で、まあ、10分の1なので、でなのでオーナーシェフになりたいっていう人が1万人いたとして実際になれるのは、はい、1万人中10人です、はい、この世界は。でさらに飲食業僕、まあ、今年本当ちょうど10年なんですけども、オーナーシェフになった人が10年間持つ割合っていうのが
まあ、10分の1なんですよね、基本的に、はい、10人に1人しか生き残れない世界で、じゃあ専門学校を卒業して1万人いました、オーナーシェフになって生き残ってるのって1万人に1人なんですよね、はい、めちゃめちゃ低いんですよ、これんで、うん、なので、本当に入ってくるっていう時には絶対にやり遂げるってことと、あとは体力をつける、学生のうちって基本的に数時間座ってるわけなので、立ち時間っていうのがほとんどないわけなんですよね。遊ぶとか友達と遊ぶ、ゲーセンに行くとか、なんかボーリング行くとかっていうのは立ち時間なんですけども、基本的に飲食業界、まだうちの店の場合だとこう労働時間少ないんですけども、普通の飲食業界ってやっぱり10時間以上立ってるわけなんで、いきなり座ってる人生から立ってる人生に変わるんですので、はい、これでほとんどの人が挫折していきますので、ただ単に読んでこれだけで、はい、で体力削られるとどうなるかっていうと精神力が削られますので、はい、うん、まずここのところが大事かもなので、ね、でそれを繰り返していくと今度は疲労が溜まっていって、その疲労で脱落していくと思いますので、なので僕から言ってこの業界に夢を持って入ってくるんだったら本当に厳しいってことを知った上で、まあそういった対策を取っている店に入るのと、あとはさっき言ったように柔軟に動けるところに就職先を探すのと、あとは若いうちから立ち仕事で慣れていくことですので、でその先にこう入った時に覚えることって山ほどあるので、それを集中力をあるなしに関わらず徹底的にやらなきゃいけないので、もう本当にこう家に帰って風呂も入らず歯磨きをせずに布団の上でバタンキューってなるのって多々あるので、最初の頃ってやっぱり、はい、意識がなくなるんですよね、うん、そういった業界にやっぱり飛び込んできてってなるので、その個人店に入るのか、そのホテルに入るのか、チェーン店に入るのか、っていうのは全く変わってくるので、うん、その中で変化できる心構えで入ってきてほしいなって、で入ってくるにあたってやっぱりこうどんな困難にも立ち向かうっていう心構えでみんな入ってくるんですけども、一つはあとは結構その自分の体っていうのを社会人になって初めて認識する人がほとんどなので、はい、もうこんなに俺できなかったんだっていうので結構みんなこう愕然とするんですよね。その部分でダメだったらダメで早めに切り上げるっていうのも手なんですよね、はい、うん、よく登山で言われてるんですけども、雪崩が起きそうだなって時に、はい、無理していや頂上を目指すんだって言って、でそこの子で判断の雪崩が起きそうな場合でも判断を誤らずに下山していれば助かっている例ってやっぱりいっぱいあるわけなので、はい、僕登山家の竹内さんって14サミッター、日本人で唯一の14サミッターの人の本がすごい好きで、一瞬の判断で雪崩に巻き込まれるのと一瞬の判断で巻き込まれないのっていうのは経験の差っていうのは全く関係なくて、その一瞬のその感じる気配だとか、なんか例えばこう割れ目が見えるとか、はい、雪が柔らかいなとか、足踏み込んだ時にズブズブっていくのか、スカッていくのか、ズルっていくのかっていう、そういった部分でも、もし飲食業界に入った人だとしてもダメだなと思ったら他の業界に行ってほしいっていう願いもあるんですので、なんでかっていうと一回それでハマってある程度まで抜け出せなくて、僕みたいに40歳、45歳になってくるとそれだけしか経験してない人生になっちゃうので、はいはい、結構怖いんですよね、僕これ結構シビアな話なんですけど、これね確かに、ね、で、うん、1箇所のことしかできなくてどうしようもないっていうよりもある程度経験してやっぱり自分に合ったものっていうものを選ぶのもありだし、もし体力とか精神力がやっぱり飲食業界 その大変さに追いつかなくてなった場合に抜け出せる状態っていうのも作っていくのも手だし、もしくはもう完全に覚悟して、僕みたいに完全覚悟して入ってくるっていうのも手なんですけども、実際はさっき言った数字みたいに実際現実は厳しいですので、なんでこう若いうちは徹底的に体力、精神力、知識っていうのを蓄える10年間で、今度30代になってくると今度は自分ではその蓄えた知識とか経験っていうのを今度は後輩に分け与えてくる、今度期間になってくるっていうのが、まあ、その今度40、50になってくるとまた変わってくると思うんですけども、で、それを見据えながら飲食業界に入ってきてもらったら僕は嬉しいかなと思ってますので、なのでやっぱりこう結構厳しいことをまず最初に言って、その厳しいことを大丈夫ですって言ってやっぱり入ってきてもらわないと、途中からやっぱりこうやべえよってめっちゃ大変だよって実際になるんですので、だから今回現実的に今回のコロナによってものすごい数の
あの飲食店やっぱりあの自分で閉店しちゃってるわけなんで、はい、うん、そうですね、うん、あの大変詳しい、あの詳細にね、もうキャリアまでね、うん、説明していただいて、まあそうですね、あのおっしゃってる通りで、村山さん自体もでもその例えば最初中華入ったけど、やっぱり中華が自分のところじゃないって言って和食行ったりとか、まあこういろんなお店をもうその、まあ、腰を壊すまで和食でやったりとか、そうなんだね、中でイタリアンっていうのでやったし、うん、だからそのね、その地盤、ね、自分が働いてる店でまあそのもうなんだろう、体壊してまでやり抜くっていうぐらいだったら別の新しいものを探したりとか、ね、っていうのも一つの選択肢になってくるのかもしれないですね。そうなんですよね。実際にこう思い詰めるほどでもないんじゃないって思うね。でいろんな経験するのがやっぱり今できてるかもしれないです ね。村山さん自体もその沖縄行ったこととかがひょっとしたらまた今、ね、生きてきてるのかもしれないし、そういうね若いんだったら特に僕もね無責任ですけど、はい、そんな感じで。あとはヨーロッパ8年、イタリア8年いたんですけども、はい、いろんな国、そのいわゆるバカンスが8月1ヶ月、はい、1月1ヶ月バカンスがあるわけなんですので、はいはい、その間にもあのこうイギリスに行ったり、スペインに行ったり、はい、フランスに行ったり、スイスに行ったりして、やっぱりいろんな店、いろんなのこう国の人たちと友達があるわけなので、はいはい、そこのところでやっぱり研修に1ヶ月間研修に行くわけなんですよ、はい、いろんな国によって、はい、やっぱりいろんな考え方があるなと思ってて、あ、うん、そこでいろいろ知ったっていうのも、そうなんですよね、まあ、で海外に行くのもだから今の時代だったら、まあ、特に今コロナなんでね、あれなんですけど、ということで、そう、はい、これはこうだって思って入ってくるのはちょっと危険っていうのがあって、うん、なるほど、うん、自分でその自分固定概念というかそういうのを一切作らずに、あのうちの店なんか本当に、まあ、高価格帯レストランで星もらってますみたいな感じが、テイクアウトでパスタあの800円でやってますってやったら、めちゃめちゃ注文入ってくるんですよね。なるほど。結局それってニーズを掘り起こしてるのもあるし、はい、こっちが柔軟に対応してるっていうのもあるので、特にね、これからの時代は、うん、に飲食、特にやりたいっていう人であれば、うん、そういった思考がないと結構大変っていうか、もう通用していかないかもしれないっていう感じですね。だと思ってます、はい、僕は。なので、あの固定概念はないように体力をつけて、はい、うん、健康を保つ、健康管理の術も、はい、あの僕めっちゃ体弱いんで、実はね。あ、そうなんですね。それも含めてって感じで、うん、じゃあまあ時間も過ぎちゃってるってことなんで、はい、ありがとうございました、はい、そしたら最後お二人ちょっとお知らせ的なことがあったらぜひ聞かせてください。村山さんなんか、はい、なんと5本の計画があるんですよね。あ、そうですね、あのこう今ちょうど僕、7月目処にしてまして、まあ、今言ったようなことを、まあ、自分が経験してきたとか、業界内で、まあ、本当にこうそのガストロノミーの中で僕、はい、今サイゼリアでアルバイトしてんだよって言うと、はあ、何言ってんのって言われるんですけども、ただ単にそのあのこう自分の店 の経営基盤というのを強化したいというのがあってやっぱり始めただけなんですけども、それいろんなのをまとめた本を、ですね、7月に発売予定なので、ぜひちょっとアップしていただいてくれるんで、はい、そうですね、今日多分お話しした中で、まあ、触れているようなことをもうちょっと深く掘り下げたりとか別の話を、ね、聞けたりとかもすると思うんでね、あの、はい、ぜひぜひというか僕がお勧めすることでもないですけど、はい、あとじゃあちょっとすみません、それいただいて2冊ともどっちがいいですかね。いや別に、いや僕はいいです、僕は別になんか、なんかいや、せっかくあの、はい、小川さんがどういう方なのか、あの僕ね、あの本読書すごい大好きで、ちょっとじゃあこれ、はい、こっちに、はい、よいしょ、これマジでね、じゃあこれあの今ちょうど読んでる最中なんですけども、で、あのね、こんなに素敵な対談を、設定させていただいて、で、はい、素晴らしい人とお話しさせていただくって機会なんで、僕からは紹介させてくださいので。そんな、すみません。これ僕の小説ですね、僕が書いた。どうぞ。ああ、僕がですか？僕が紹介するんですか？いや、別にあのこれはそうですね、去年、まあ、単行本はもうちょっとしばらく前に言ったんですけど、まあ、僕の2作目ですかね。まああのゲームの王国っていうカンボジアが舞台の本で、まあ、あの後半はあの、まあ、ポルポト時代のカンボジアから未来のカンボジアにかけて、まあまあ、一応書いてある小説です。あのいいんです、僕の話は。いやいや、それで本当にあのこう、はい、素晴らしい賞をいただいてて世の中に出てきてるので、うん、そうですね、まああのはい、こうやって僕は小説を書いてきたのは頑張ってるということで、そうですね、はい、はい、できなかった質問への答えも含めて、2人の対談を活字として、まとめさせていただいて、別冊文藝春秋の8月20日に発売になる号で、
記事に出せればと思ってますので、皆様そちらもよろしくお願いします。今日は長い間ありがとうございました。お二人もありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい。